はいえー、とそれではです、ね、本日の1年合格専用の入門講座、えー、民法の本論編第1回の講義進めてまいります、えー、と今日の、えー、講義から、えー、と民法ということで、えー、と本論ということになりますので本格的に、えー、各科目の内容に入っていきます、えーまあ、前回、ね、あの全体構造編ということで、まあ、法律の勉強の仕方であったりとかあとは民法の触りをやりましたけれども、まあ、今日のところからは民法全24回、えー、かけてです、ねえー、民法の全体像特にあの1年コースということになりますから、まあ、予備試験の論文の方にある程度特化する する形にはなりますので、そこでまあ論文書けるような、えー、まあ基礎知識をまず1週目しっかり入れていくということを進めていきます。でテキストとしてはメインで、えー、使っていくものとしては、えー、と講義目も、えー、事例問題解説中、えー、それから、えー、チェックシートという形でまあ3点セットとありますので、まあこちらの方ですね。まあ最初慣れるまではまあこういう感じで進んでいくんだなっていう形で講義のイメージを持っていただければ、えー、いいかなと思います。でとりあえずまずはあの民法の1のところからやっていきますが、まあいきなり最初民法ってね一番最初何勉強するのか かというとね、えー、本来まあセブンサミットであったりとか一般的な基本書とかになると、まあ、大体まあベラッと開くと一番最初民法とは何かみたいなね、えー、そういうふうなことが最初に出てくるんですが、まあ、正直なところある程度民法の勉強っていうのは。 まあ具体的にまあよく出てくるところをしっかりまず一周しっかり回してしまってからまあ中象論え総論的な部分に回った方が分かりやすいところもありますのでまずは民法の,ねあの特に最初の段階ではまあ一番最初一番抑えなきゃいけないことは民法ってそもそも何かというとまあ詩人と詩人との関係を規律する一般法ですというのは全体構造で扱いましたえまあ一般的には公法というふな憲法とか刑法みたいなものというのはまあ国民とまあ国家であったりとか詩人と公権力との間の規律になるわけです。 だから国家というのは、えーまあ、国民が持っている表現の自由を侵害してはならない違法に侵害してはならないとか。 まあそういうふういふなな話が広報なわけですねでそれに対して司法というのは一般人と一般人との間のまあ権利や義務といったものを規律するものだからまあ一般的なルールに加えて何かトラブルがあった時ですねえ金返したのに返してくれないだとかえ勝手に自分の土地にえ住み着かれているやつがいるという場合にどうやってそれを解決するのかというえ一般的な規律であったりとかえ紛争の解決基準が載っているのがまあ民法ってことこになりますでその民法のじゃ一番基本は何かというとやっぱり契約なんですよね。 でえー、契約って何かって言ったら、まあ、当事者と当事者だの意思の合致なわけですね、えーまあ、パンだったらパンを売りますパンを買いますっていうね、まあ、厳密に言うとこのパンを100円で売ってくださいっていうのに対して、えー、売り主がこのパンを100円で売りましょうという、まあ、意思の合致ですよね契約の中心事項に対する意思の合致があった場合にそれによって契約が成立するで契約が成立するとどうなるかっていうと2つの視点があったね えー、物件と債という視点がありました物件っていうのは物に対する支配権ですから売買契約が成立すると、まあ、パンの売買契約であればパンの所有権が売り主から買い主へとその契約によって移る。 でそれとともににお互いに権,権利義務を持ち合うんだよねでそれは売り主は飼い主に対して100円払えやと飼い主は売り主に対してじゃパン引き渡せやという形で、まあ、請求をお互いにし合うという関係が生まれるみたいにその、まあ、契約が結ばれると、まあ、物件と債権という視点からすると、まあ、2つの、まあ、側面が出てくる、まあ、一応、契約といった場合には、まあ、物件の変動原因であると。 まあこの辺のところはねまた追ってやっていきますけれども例えばえパンがえパンの契約っていうのばっかりやってるけれども例えばそれ自動車でも何でもいいからねえ売買契約が成立すればその契約まあつまり合意によってえその所有権は移るわけですででそのように物件が変動するという原因これは物件というのは物に対する支配権なわけねでそれに対してもう1個がえ債権という側面です で債権というのは人から人に対して何かしろという、ね、請求権になりますけれども、えー、債権の発生原因で民法では大きく分けると物件と債権というふうに学習進んでいきます、えー、物件編、債権編という形で学習進んでいくんだけれどもまずはじゃあこの物件、債権って何で勉強するのかといった場合、まあ、言ってみればこの契約によってまあ それで物件が動くし、えー、契約によってお互いに債権、えー、というのが発生し合うだからこの契約っていうものが、まあ、いかに成立するのかということね。 えー、どのようにして契約が成立するのかもしくは契約っていうのがどのように、えー、行われる履行されるのかでさらに言えば契約がどうやって終了するのかっていうね、まあ、契約が生まれてからまあなくなるまで、えー、という流れっていうのがもう民法の基本になるわけですよで今日勉強するのは何かというと今日だけじゃないんだけどね、えー、民法の最初の触りで勉強するのはとにかくこの契約というものが、まあ、どうやって生まれるかというと突き詰めて言えば意思の勝ちなんですよ。 まあ言ってみれば売り主と買い主まあ複数ということであれば意思表示と意思表示の合致によって契約が成立しますですからまあも最もシンプルに言ってしまえばあのこれはねあの細かく言うともうちょっと細かい話はあるんだけどまあ1回目の理解としては申し込みとそれに対応する承諾が合致すればいいんです。 契約っていうのは基本的にすごいシンプルですある人がある人に対して何かを申し込むでそれに対してもう片方がじゃあその契約内容でいいですよと、まあ、いうことで合致すればその契約内容に生じた権利変動が生まれるということになるだからこの1回目の講義では何をやるかというとこの意思表示というものをしっかり理解しましょうと、まあ、いうことになるわけですでは1回目ですけれども、まあ、せっかくですから講義メモを使いながら簡単に内容を確認していきますがじゃあそもそも意思表示って何か とということですね理解しなきゃいけないのはで、えっと、1ページにあるんですけれども、まあ、これ定義を覚えるということはまだ必要ありませんあの意思表示というのはもうキーワードは一定の法律効果に向けられた、えー、外部への表明とされています、まあ、一応定義ですから、よろくければ復習として。 ししっっかかりやっといいてほしいんですが2つの要素に分かれますまず何かの法律効果に向けられるということが必要になりますですから例えば意思表示って日常的に使えばもう正直腹減ったはもう意思表示なんですよ日常的にネミーとかもね、えー、だけどあれは意思表示法律上の意思表示ではないのはなぜかっていうとあれは単なる自分の感情であったり事実を伝えてるだけでしょ別に何か法律効果が欲しいと思ってやってるわけでは全くないわけです、えー、何か法律効果を欲したいと思う、まあ、例えば売買契約であれば俺はこのパンを我が物にしたいと思うわけです ですよその我が物にするってことは言い換えればそのパンの所有権を得たいわけですでそのような法律効果というものに向けられるというのがまず1つでもう1つはそれが外に表明されなきゃいけないだからパン欲しいなっつってね、えー、そのままモヤモヤしてるだけだったら意思表示でも何でもないわけですね、えー、少なくとも一定の法律効果に向けられて意思が外米と表明されるということが必要になるいいかなじゃあそれを前提になんですが まあ大体それであれば意思表示自体は特に問題がなければ通常通り契約は成立するわけですで今日勉強するのはまあ大体、ねまあ、予備試験に問わず問題になるってことはそんな意思表示がうまく機能してない場合なんですよですから意思表示がうまく機能してない場合どういう,ふうに処理するのかっていう、ね、民法上の規律とあとは論文で問われるちょっと応用的な議論っていうのをここは、ね、あの今日の1回目、ね、全体の中でやっていきます。でまず、ね、ちょっと最初に これにつあとあとまたやりますけど意思表示ってどうやって行われるかというと大きく分けるとねあの普通に我々がね日常的にパン屋行ってパンくださいっていうのが意思表示なんだけど実は細かく言うとまあこんなふうに分類されるんですよこれはまたあの説明していきますけれども大きく分けるとまず動機っていうのがあるわけですね動機って何かって言ったらうまそうって思うわけですよねえなんかパン見てあこれおいしそうだなって思うわけでおいしそうだなって思うだけだったらこれは法律効果に向けられてないでしょ。 美味しそうだと思うからそのパンを自分が食べたいと思うだからこの内心的公開意思いうのが結局パンを得たいって思うわけですね、まあ、車でもいいよあこの車かっこいいなって思ってじゃあ自分のものにしようって思うわけでしょでこの自分のものにしようというのがこの内心的,的公開意つまりえ自分のものにしようと思う そして自分のものにしようと思ってすぐに表示するかって言ったら実はそんななことない表示意思といって何か欲しいって思ったらくださいって言おうって思うことが間に挟まるんですですすから簡単に言うと、まあ、これが欲しい、まあ、車にしましょうか、えー、この車が欲しいっていうふうに内面で思うわけですねで思ってじゃあこの表示意思って何かっていうとちょっとぐちゃっとしててごめんなさい、えー、表示技師っていうのは まあこのくだ車をくださいと言おうって思うわけで、現に表示行為としてこいつがこの車をくださいって発言するでこれが意思表示です、これが意思表示ですえなので正直ね、これについてはまあ頭の中のイメージがあれば全然いいんだけれどもまず動機ってのは基本的にはかっこいいなって思うって話ですよね。 え何かこの車かっこいいなって思ってでこの車が欲しいっていうのはまあ法律行為に向けられた意思だよねえまあ法律効果としては自分がこの車の所有権が欲しいということ所有権を取得したいっていうそういう効果意思があってでじゃあ相手にいるからこれ言おうっつってねで言おうと思ってよっしゃって言うわけですねでこの表示行為までの一連のプロセスというものが基本的には意思表示のプロセスということになりますで今日はは使うのは このの意思表示のプロセスにトラブルがあっった場合どううなるかっていう話です、えー、例えば一番分かりやすい例は、えー、この車が欲しいと思ってないのにこの車をくださいと言ってしまうケースとかありそうですよね、えー、この車をくださいって言ってるんだけど本当は欲しくないケースであったりとか、まあ、あとはまあ例としては、ね、この車が本当は欲しいとは思ってない。 えむしろ何しましまょうかね誰かから騙されていて欲しいと思っているんだけれどもその欲しいというのがじ実はまあ詐欺によって騙されて欲しいと思わされていて結局、くださいと言っちゃったケースであったりとかまあ少なくともこのストレートなプロセスから若干のねじれがあるときにえどういうふうに処理するのか。 とといいうえ規律を今日は勉強していくってことになりますで、えっと、じゃあちょっと戻りますけれどもそうすると抗議メモではあの結構飛んだり行ったり来たりするんですけれども基本的にはその必要なところをまずやってってそれでまあ全体として完成させていくっていう形になりますので、えっと、民法では大きく分けると。 えーとね、心理留保、通報虚偽表示、錯誤詐欺脅迫というふうに今日五5つのものを学習していきます。でまあ、初めて聞くことも多いと思うのでせっかくですから条文ちょっと引きながらちょっと見ていきましょうかね、えー、と民法の、ね、93条ですね。 まあ必要に応じて条文はと引いていただいてで特に出てきた条文だけチェック入れておくといいですあの6本についてはこれからと初めて勉強する方はまあどうやって使うのかというのはとりあえず引いて出てきたものをチェック入れておいて中身読んでおくというだけでまずはいいですであので大切なのは条文を引くことになるべく最初から慣れちゃう。 でで条文を覚える必要はないですあの民法とかもそうなんだけど最初に勉強すると、ねまあ、司法試験を受けるためにはこの本を全部覚えなきゃいけないかみたいな、ねえー、結構、よく質問を受けるんですがあの全くそんななことないですあの六法は引いて理解できていれば論文だったら特に、まあ、条文参照かですから、えー、実際に、まあ、ここにこういうことが書いてあるということ。 えとあとは書かれていることを正しい理解できているというのが一番重要でただ、担当式試験になると覚えなきゃいけないのは出てくるからそれはまあ一旦そのね覚えなきゃいけないことはいずれは出てくるけれども法律の勉強するときには条文を暗記するっていう必要は特にありませんので、えー、まあ条文を読んで書いてあることをまあしっかり理解すると、まあ、いうことですじゃあちょっと93条を見てみましょうか <laughs> で93条ってこういうことなんですね、えー、意思表示は表、えー、依者がその真意であることを 違いましたね真意でないことを知ってした時であってもそのためにその効力を妨げられないということです、まあ、そうすると条文の読み方というところですが要件と効果で分かれますよねするとこの93条で書かれているのは要件と効果で分類するとこうなるんだろうね意思表示は表示者が真意でないことを知ってした時つまりその気がなく意思表示したとということですね、えー、要するにその気もなく意思表示したってことはまあ 例えばですけれども私がパソコン持ってて売るつもりもないんだけれども、冷やかしでお前にこのパソコンを100円で売ってあげましょうみたいなね、えー、まあ全然売るつもりも全くないのに、冷やかしな感じでね、えー、これ100円で売ってやるよみたいな感じで意思表示をした、でこれが要件ですつまり、表、えー、依者というのは意思表示する人ですねその意思表示をする者が真意でないことを知りながらそれをした場合その場合、はい、そのために効力は妨げられない。 とということで、まあ、有効だと扱われている <laughs> ということですね。えーまあ、ここまで大丈夫かなということは、まあ、まず最初の規律として抑さえてほしいのが93条の心理留保、まあ、これから説明していきますけれども売る気もないにもかかわらずそのことを知りながらした場合の,しの規定が心理留保ですが、まあ、これは有効とされていますでまずそれは頭に入れちゃいましょうでで覚えるというか、ね、頭に入れとくめにどういうふうに考えるかというと結局、理由だよね。だってさ 分かっていながら意思表示したんだったらそれは、ね、当然、自業自得でしょう。だって売る気がないのに売りますってって相手がさ信じたら売ってくれんの100円で売って買いますわみたいになればそれをひっくり返すっていう理由はないよね,いいよねで。特に今日の講義の中で結構重要になってくるのは意思表示って大体2つのパワーバランスなんですよ。この表意者者ととがが思表示をして、まあ、相手方がいると どっちを保護するかっていうことに尽きるんですよどっっちを保護すするるかってことに尽きるんですよつまりこの人が心の中では A って思ってるのに B って意思表示をしてるわけだよいいよねでこの時にこの意思表示を有効とするのかそれともその意思表示を無効とするのかっていうのは突き詰めて言えば表依者を保護しようと思えば表依者ってこの人ねさっきの言うと私が、えー、売るつもりがないのに売りますって言っちゃってます で相手がおおホかよって信じたとするでしょその時に結局私の方がかわいそうだよね保護しなきゃねって言ったら無効に働くんですで逆にいや言っちゃったんだから相手が信用するでしょとで相手が信用するんだったらこれは有効とすべきだっていう方に働くんだったら有効に働くよねつまり意思表示のもう本当に一番のポイントはもうどっちを保護するかに尽きるつまり表依者を保護しようと思った場合にはこの人の B という発言、まあ、言ってみれば表示と意思が違うわけですね まあ、意,思意思と、まあ、表示が食い違っているわけでこの時に、えーまあ、意思を重視するんであればほ表示者の保護に働くし、えー、表示を重視するんだったら相手の保護に働くってことですでこの心理留保の規定はどっちに働いてるかっていったら当然相手方がまあ信じるよねだし A は自業自得っしょならばやっぱりこっちだよね、えー、相手方を保護する必要性があるというところから有効になる とということですででちょっと余談ですけどこの心理留保っていう言葉多分聞いたことないし何かんかタヌキみたいな感じで書いたんだけどこの心理留保の「理って感じは日常的な誤報じゃないのでちょっと触れておくとあの表裏の裏ですあのの昔のでですす昔なんよつまりこれ心理留保ってどういう意味かっていうとあの心の裏に何か持ってますと。 ということですす、えー、心の裏に何か持ってますつまり本当に思ってないことを言っちゃってる、まあ、言ってる割には裏では違うことを思ってるっていうのが心理留保になりますでこの心理留保は原則有効になるんだけれどもなんで有効かっていうとこれはしっかり理解を深める意味で表依者と相手方だったらやっぱり相手方、まあ、取引の安全を保護するという要請から、えーまあ、有効とされてるんですよじゃあその一方で えー、93条の正し書きを見ていただけると相手方が真意でないことを知ってたり知ることができたときは無効とするっていう正し書きがあるよねで、えー、と1回目の全体構造でも触れたけれども条文で正し書きってあるときは原則例外の関係に立ちますですから原則としては有効だよとされてるんだよねただし正し書きがついていて正し書きはこの人が <laughs> はいえー、と知っている、知らないっていうのはちなみに全体構造の復習ね知っていること、知らないことは民法や法律の世界では善意悪意って言いますでこれは別にあのモラル的な意味は全くなくてただ単に知っているか知らないかで善意悪意って言いますですから例えばこの人があこいつ嘘言ってんなみたいな売るつもりねえなってのをもし仮に知っている場合であと知ることができたっていうのはこれは、ね、一般的にその気になれば知れたっていうのを過失って言うんです。 これ私たちの日常的な誤報だと過失って言うとついうっかりってイメージだったりするんだけどあの法律の世界の過失では違うんですよあの客観的にやろうと思えばできたことであったりとか客観的な注意義務を欠いたことを過失っていうんですですから普通に考えればというかねその気になればこの人が嘘ついてるのは分かるよねっていうような場合は過失があるって言いますでこのように例えばね 時価まあ、そんな高いパソコンないけど、時価100万円相当のパソコンを、私がねこれ100円で売ってあげますよとか言ってりゃ、普通に考えりゃ、この人、そんなつもりねえなみたいなね、ねしかもなんかすげえ半笑いでね、えー、言ってるんだったら、絶対嘘だろ、これみたいな、かるでしょで、そのような場合には過失があるってことになります、つまり、この意思と表示が食い違っていることを相手方がもし分かってたりとか、過失があるんだったら、この場合には無効になる、でこれ、どうしてかっていう、復習するときのポイントね、どうしてかっていうことを常に考える。 相手方保護の必要性がないからです相手方の保護をする必要がないから、ですつまり原則は相手方保護なんだけれども <laughs> 必要性なしというふうに傾くわけです。 でここまでが大体条文の読み方になりますね、えー、1個目は心理流法今日は最後まとめますけどね心理留っというのは原則有効だけれども、えー、例外的に相手方が悪意誘拐った場合には無効になるということになりますで今日の講義で、えー、ちょっと触れておくとこの表示を、ね、相手方を保護するのを基本的には表示主義と言います、えー、相手方を保護表示行為というのを重視して相手方を保護することを表示主義で、えー、この 実際には表示と意思が食い違った場合にはこの意思を尊重してあげましょうというのが意思主義と言われていてそうすると心理療法は原則表示主義例外的に意思主義を取ってるっていうふうに考えるわけでねでここまでまずいいかなではせっかくだからちょっと心理療法もうちょっと続きがあるんだけど今日はもう一つ最初に94条もいきますえと94条は全体構造編 でね、あの実は先出しで講義をしているところになりますので、えー、もし、ね、今日初めて民法やられる方とかであればちょっと、ね、あの全体構造の内容とかの復習になってくるところなのでちょっと大変かもしれませんが、えー、この94条の通報虚偽表示というのが今回の前半のめちゃくちゃ重要なところになります、えー、と94条の条文ちょょっと見ていきましょう条、えー、条の条文はシンプルです相手方とし通じてした虚偽の意思表示は無効とするということですね。 えもうシンプル極まりないですね相手方と通じてした虚偽の意思表示は,はい効果は無効ですだから要件3つに分かれますかね相手方と通じてしている虚偽の意思表示えこれについては無効となる <laughs> ということになりますですからちょっと私の方で簡単に分かりやすい図を書くと例えば A さんと B さんとの間でまあ最初のうちはなんか人の絵描きますけどそのうち人の絵描くのやめますえっと売るつもりもない買うつもりもない という状態で A さんが所有者の不動産があるでこの不動産を A さんと B さんとの間でお互いにこれもう94条1項って書いちゃいますが売る気もない買う気もないえといった場合ですだから A さんが売りますせ、まあ、売るつもりもないのに売りますよ B さんが買うつもりもないのに買うつもりもないのに買いますよっていうふうに言ったと、まあ、そのような場合にはどうなるかって言ったらこんなの有効にする意味が全くないですよね。 だってお互いに売る気もねえ買う気もねえって状態でやり取りしてるわけだからこれは無効にしましょうというのがこの通報虚偽表示という類型になりますまあ当然だよねっていう気がします当然だよねっていう気がしますでえっとなおですけれどもただ、これなんでこういうふうなことが起こり得るかっていうこともちょっと触れておくとあの まあ、お互い売る気も買う気もないのにこんなことするのかよと、まあ、いうところですけれども、まあよくあるのが A さんがまあ多重債務に陥っていて借金まみれになっているようなケースですでもし A さんがそこに財産を持っているとなると、まあ、実際には裁判することになるけれども債権者がこれを差し押さえにかかります,いいです、ね、もしくは税金だったら即差し押さえられますからえ例えば A さんがもう多重債務に陥っていてで自分の持っている財産が唯一の財産が不動産が1個あると。 いうときにこの A の名義のまま残しておくと結局のところ差し押さえられて感化されちゃうから,だから自分の友達にちょっと売ったことにしていいみたいな感じで名義だけ動かしちゃうみたいなことをやることがある虚偽の売買契約を結んでいる場合が典型的な通房虚偽表示と呼ばれるものですでこの通房虚偽表示はまあ当然に無効になるということになりますがでこのとき、ね、ちょっと押さえておくといいのはあの93条1項たし書きの状況とそんな変わらないんです。 あの93条1項ってどういう状態だったかっていうと死因で流保があってかつ相手方が分かってるっていう状態でしょつまり結局虚偽の意思表示であることをお互いに認識し合ってるっていう状態、まあ、93条1項の場合には通報はないんだけれどもお互いにまあ分かってるよねって状態です状態93条1項正し書きっていうのはこっちがまあ真意じゃなくてこっちが分かってるっていう状態だから積極的な通報はないのよだどこが違うかだけ。 積極的な93条1項正し書きの場面というのは A がなんか嘘っぽいことを言っていてこっちがまあふーんって分かっているという状態だから積極的な意思の疎通はないんだけれどもお互いに虚偽であることを認識し合っているという状態で94条1項の状態はお互いに通報し, <laughs> している場合には無効になるということですねだその点では意思主義を採用しているということですね意思主義を採用しているということになります でただ、えー、この94条には続きがありましたよね、えー、と94条2項 <laughs>、まあ、ちょっとれ復習になりますけれども、はい、94条2項の条文は、全、はい、項の無効、えー、は、善意の第三者に対抗することができない、まあ、という規定です、全、えー、項の規定による意思表示の無効というのは、もちろん94条1項の無効です、えー、通防虚偽表示の無効というのは、はい、ここにふにゃーっとありますけど善意の第三者に対抗することができないとされています。で、 じゃあこの善意の第三者とはどういうものかということですがじゃあちょっと復習がてらえになりますけれどもさっきやりました善意というのは知ってる、知らないでしたよね知知ってる知らとい,いうことですから通報虚偽表示を知らない,はい第三者というのは先ほどの例でいうと A や B とは異なるものということですね A、B とは異なるものには対抗できないでこの対抗することはできないというのも法律用の用語として重要でした。 あの全体構造の復習になっちゃって恐縮なんですけれどもあの法律用語でいうと対抗するっていうのはなんか戦ったり争ったりするっていう意味では全くないんですよね。え戦ったり争ったたりり争するという意味では全くなくて自分の権利を主張することです、えー、まあ少し戻りますけれども自分の権利であったりとか、えー、自己の主張する法的効果というものを、まあ、相手に対して、まあ、主張することを対抗する。 っていいう,うに言いますですから、向こうを対抗することができないというのはどういうことかというと、無効だっていうふうに相手に言えないってことです、それが対抗 <laughs> ということですね。で、特に今日の講義の中で、えー、少しやっておくんだけれども、特に例えば、これは全く無関係な話だけれども、A が B、A が C に対して、それぞれこういう感じで不動産を二重上とした <laughs> えという場合に、まあ、全 あのでこの時にどっちが所有権を取るのかあごめん丸2だねどっっちが所有権を取るのかっていうのは基本的には登記を備えた方がまが、あ、完全な所有権を取得するというふうにされていますだよね。でこれはどうしてかっていうとこの登記を備えることによって、えー、相手方に対して自分が所有者だっていうことを主張することができるようになるからなんですね。で,でこれをね対抗要件っていうんですよね。まあ、不動産 を買っったたらままず規制っていうの、ねえー、ありましたよね、えー、これはあのあの物件の特徴なんですよ、えー、確かに買えば物件動くんです最初にやったけれども契約っていうのは物件の変動原因だから、えー、A が B に土地を売りましたでこの時点で B は一応所有権は変動するんだけれども民法では二重譲渡という概念があるんですよ。A A がが B に売りました A が C に売売りりままししたた C っていうふうにそれぞれに二重譲渡するとどうなるかっていうとお互いに。 自分の権利というものを対抗要件がないと主張できないというなんかすごい、えー、両構えの関係になるで両睨みの関係になるのよでこれを対抗関係っていうんですねつまり B と C っていうのはお互いに自分の所有権っていうのを主張し合う関係に立つんですよ でするとこの A から B、B から A, から B A から C というこの二重譲渡を受けた関係というのは、まあ、お互いに私が所有者、私が所有者と言い合っている関係でこれを一般に対抗関係と言っているで対抗関係に立っている時はどうなるかというとお互いに対抗要件って何かというと抗議で追ってやるけれども不動産の場合には登記で、動産の場合には引き渡し。 を受けけななきゃいけないだから仮に B と C で二重譲渡になった場合にはこれ B が登記取ってない C が登記取ってる場合にどうなるかっていうと C は B に対して主張できるんだよ私が所有者だって言えるんだけれども B は対抗要件を備えてないから私が所有者だって言えない関係に立つでしょそうすると結果的に B が完全な所有権を得るで B が完全な所有権を得て結局は B が勝つっていうねそういう話になるわけでこの時に対抗ってどういう意味かっていうと戦ってるわけじゃないんですよ私が所有者だっていう,ふうに主張するための要件 っていう意味なんだよね、えー、私が所有者ですとうう対抗するための要件ということになりますでこのように対抗というのは、えーまあ、言ってみれば、ね、争うような意味合いではなくて主張する権利主張するという意味で使われているわけですじゃあそれを踏まえて、ね、じゃああのさっきの条文を見ていくとつまり善意の第三者に対抗できないってどういう状況かというとちょっと例を言います、えー、と A と B との間で通報して、まあ、B が登記をと取っているような外観を作っているいいですね まあ陶器を取ったような外観を作っている、まあ、ただ、通報虚偽表示は無効ですよで、もし仮にこれを見て、B さんが C さんに対して、これを売ってしまったと、えー、売ってしまったと、でこの時の C が通報虚偽表示であることを知らない善意の第三者ということになるわけです。 でこのとき、全員の第三者が現れた場合、えー、この向こうは主張することができないということになります。うん、どういうことっていう、ねえー、ところになりますが、このとき、シンプルな話ね、A は、要するに、例えば C から俺のもんだって言われたとき、どう主張するか 仮に、ね、A と B で通報虚偽表示でなんか B に売ったことにしたんだけど B がそれをいいことに C に転売しちゃったみたいなね、まあ、こういうことをしてきたら、A、C は当然 A に対してよこせって言いますよねえこの不動産引き渡せって言うわけですただ A としては通常なんていうかいやいやあんなの嘘だよいいですよね AB 間の通報虚偽表示は嘘だから私が所有者ですつまり無効だから所有権は移ってないと主張したいわけです、ね、だけれども94億以降があると 94条二項の要件を満たしているときにはこの通報虚偽表示で無効だよと私が所有者ですよって A の主張はブロックされるんです、対抗できないそうすると A は無効だって主張できない結果どうなるかというと C の方が、えー、無効主張できない結果有効と扱わざるを得ないんですいい、ね、つまり AB 間の通報虚偽表示が無効であるということを C に対して言えないということは C との関係では有効と扱われちゃうことになる。 こ,こ,こういうふうなのか94年、94年の2項点。94の2項点ではどうしてあるのかというと、これは結局 A と C の利益コーなんです。A と C の利益コーどっちを保護すべきかということ。 特にこの94条2項についてはめちゃくちゃ重要なので今日、レジュメ使って説明しますがどうしてこういう規定があるかというと、まあ、A と C の利益考慮にあたってポイントなのは A の落ち度と C の信頼なんですよねつまり、どちらを保護すべきかじゃん今回 A が俺の所有者だっていう主張と C がいやいや、俺 B から買ったんだぜっていうねだから私なんだっていうねでこれ、どっちを保護するかって言ったら A と C どっちの方が保護に値するかなんですよ。 でその時ポイントは A の落ち度がすごい大きいよねこれねだって通報しているわけでしょで通報して虚偽の外観を作ってるわけ、まあ、B が所有者であるかのような虚偽の外観を作っていてでそれに対して A っていうのは非常にその外観を自分から作っている通報するぐらいの落ち度があるでしょよ、ね、で A には落ち度が大きい一方で C はどうすか何も知らずに入ってきたわけですよこんにちはっつってねだどっちを保護すべき って言ったら当然のごとく C の方を保護しなきゃいけないわけよじゃないとこれもし仮に C が所有権得られないってなったら取引の安全なんて全く保護されないでしょいいよねこういうふうに買い,買い物なんて全然できなくなっちゃいますよねですのでこのように A に奇跡性があって虚偽の外観が作られてそして、えー、このように 善意の第三者のような第三者が信頼するって状況があったらやっぱり第三者の信頼を保護しなきゃいけないというのがこの94条2項の趣旨になりますで少しレジュメの方の1ページでねここまでのところをざっとまとめちゃうと、まあ、こういうことなんですわまず通報虚偽表示の原則的な要件は相手方と通じてした虚偽の意思表示であることつまり通報して虚偽の意思表示をすることになりますよねでこれは原則無効です、えー、原則無効になりますただ 無効なんだけれども例外的には善意の第三者には対抗できないということですねだから先ほど書いた図みたいなような状況ですよねじゃあここでせっかくだからある程度覚えなきゃいけないというところがありますので善意の第三者に対抗できないですがまず意の定義をしっかり押さえておきましょう善意というのは第三者としての地位を取得した時に虚偽表示の事実を知らないことを言いますえまあ言ってみればねえまあ知らないことが善意ですよと まずはそれででいいでしょう、はい、え員、ー、と,というのは知ってるか知らないかということになりますで、まあ、飛ばしているところはまた後でやりますので,で第三者というのは厳密に言うとこう言われてるの <laughs>、えーまあ、すごい長いけど虚偽表示の当事者および包括承継人以外のもので虚偽表示に基づいて新たに当事者から独立した利益を有するに法律関係に入ったために虚,虚偽表示の有効無効につき法律関係の利害を関係を有するに至ったものというのが一応定義です ただこれまあいずれは覚えなきゃだめです、ただまずしっかり、ね、あのイメージを湧いていただく意味ではあの後ろに書いているこの要件です、新たな独立の法律上の利害関係というのを意識していただければ十分つまり、例えば買い受け人なんかまさにこの典型でしょ今、新たな独立した法律上の利害関係って言ったけど、まあ、そしたらこれちょっと見ていただけると C ってのは AB 間の通報虚偽表示の後に入ってきてますよね。 えー、AB 間の通報虚偽表示の後に入っているから、まあ、新たに入ってきたと言えるよねそして AB とは全く別個の関係ですよね AB と何らかの独立性が失われているってことはないよね、まあ、AB とは独立して入ってきてますよねそして法律上というのは何かこれ要するに所有権を得られるかどうかの問題でしょということはこれ結局売買契約で B から買ったっていうことはこの土地の所有権が得られるかどうかっていうまさに所有権という法律上の利害関係を有するに至ってるよね つまり第三者って言えるためには AB 以外の単なる友達とかじゃないわけです、えー、あくまでも民法の世界ではあくまでもやっぱり法律上の利害関係がなきゃいけないからこの第三者に当たるかどうかっていうのは、まあ、この第三者ね、えー、新たな法律上間違えた新たな独立した法律上の利害関係を持つものというふうに、えー、説明されるわけ。で特に 1>, まあ1回目だからねあの丁寧にいくと復習するにあたって結構この辺あたりは意識するというのは94条を見た時にその辺りが想起でできるようにしておくといいですえつまりえこの2項の94条2項を見た時に善意の第三者に対抗することができないっていうのができたら善意って何だろう で第三者っていうのは何だろうっていうふうに、まあ、条文読んで早期できるようになっておくとその条文は持ち込めるわけだから、ね、持ち込めるわけだからまあ持ち込めるっていうか、ね、あのが試験では使えますからその時の第三者っていうのは新たな独立した法律上の利害関係人のことで対抗できないっていうのは何かっていうと94条1項の無効が主張できないということ言い換えれば自分が所有者だって言えないってことですあの先ほどの売買の例だね。っていう形で頭に入れておくとあの、まあ、条文読むにあたってもすっきりするかなというところですかね。 で、さらに、じゃ、ちょっとこの第三者のところで、ちょっと気になったところがあったと思うんですが。これ。えっ、ー、と、虚偽表示の当事者及び包括証継人以外のものであって、えー。というのがあると思います。で、この包括証継人という言葉。まあ、知ってる人はね。 すすごいいっていう話ですがあの通常あの法律の勉強を始めたばっかりだと全然聞かない言葉だと思うんでちょっと触れておくと「承継」っていうのは何かそ地位を受け継ぐことを言うんですで包括承継っていう言葉はあの初めて聞く人も多いと思うんだけど例えば相続って聞いたことあります、えー、誰かが亡くなってから相続人で例えばお親父が亡くなって息子が相続するなんていう場合にその時お父さんの持っているまあ権利義務全部息子さんに動くんですよ。 で例えば売買みたいなさ売買だったら特定の財産をさピックアップして売ったりするわけでしょえ特定の財産を売ったりとか特定の不動産を賃貸に出したりとかっていうふうに、まあ、通常であれば、まあ、財産ごとに処分していくっていうのが通常の民法の取引だよねだけれどもそうではなくてその丸ごと全部が移るっていうのがあるんですでそれが包括証券と呼ばれるもので、えー、と民法だとね後で見といてねぐらいでいいかなと思うんですが800ですね ねえー、896条に規定があって、ね、あの相続人は相続開始の時から一切の権利義務を承継するとされているのよ一切の権利義務を承継するということはもうシンプルで、まあ、相続人が1人ということにしましょうお父さんが亡くなって唯一の相続人が息子さんという場合にはお父さんが亡くなったらお父さんの権利義務は全部息子さんに飛ぶんです。 だからまあ要するにプラスの財産もマイナスの財産もありとあらゆる財産が移るだからよく相続があってなんかをね非相続人が借金まみれになっちゃうと息子さんにも飛んできちゃうよなんて話は相続というのは包括承継だからなんですよねお父さんが持っていた非相続人が持っていた財産が全て飛んでくるでこの時にこの包括承継人というのは言ってみればね相続包括承継人というのは相続人のようなもので結局、当事者と同じ扱いになるんです。 なぜなら、一歳のちょっとごめんなさいち,ちっちゃかったごめんなさい。えっ、ー、と一歳の権利義務を承継するからなんですね。えっ、ー、とちなみに民法以外では他に出てくるのはこの包括承継ってちなみにちょっと先のための勉強で言っておくと、おそらくは予備試験までだったら相続と会社の合併ぐらい。 会社の合併とかっていうのは全部動くからね、いいよね、あの特定の財産を選んでなんか動くんじゃなくて、会社と会社が合併するって言ったら全部がもう入っちゃいます、あと、吸収合併とかもそうね、会社を吸収合併するって言ったら、その会社の権利義務全部引き受けるってことになる、でこのような、まあ、取引とはちょっと違うような関係がこの包括承継人というもので、だからこれ、定義として最初ね、もう嫌かもしれないけど、頭にわーっと入れとくんだったら、私なんかは、こことここでこう繋いで、とりあえず覚えちゃいます。 当事者と包括承継人以外の新たな独立の法律の利害関係にっていうふうに押さえておくと間違いないかなと思いますでさらには対抗できないんじゃそれっていうと対抗できないの異定義は法権利や法律関係を主張することができないということですねつまり A から C の無効主張ができないってことです言い換えればね、えー、権利や法的地位を主張することができないってことになりますから、まあ、言ってみれば A から C の 向こう主張が許されないで A から C の無効主張が許されない結果どうなるかというと結局は A が、えー、自分が所有者だということは言えない結果 C が保護されるというね、まあ、そんなノリになりますですると、えー、94条2項、えー、今日のところのね結構前半のメインではあるんだけど94条2項はとにかく権利外観法理、えー、というのがとにかく重要ですこの趣旨ねえどうしてこの94条2項があるのかっていうのは まあこの後、ね、類推的世論になるんだけれどもあの権利外観法理、なぜ大切かっていうとまずは中身ですね、えー、本人の奇跡性があることそして虚偽の外観そして第三者の信頼この3つの要件を満たすような場合にはやっぱり本人の犠牲のもと A はもう犠牲になっていいと。という考え方です。まあ、AC っていうふうに書きましたけれども。 まあ言ってみればあの本人にあの奇跡性があってで虚偽の外観があって第三者の信頼があるという状況であれば、えー、本人の犠牲、まあ、つまり真の所有者の犠牲があったとしてもその第三者の信頼つまり C が信頼したんだから結局のところ要保護性としては結局は C を保護しましょうというのがこの権利外観法理というものになりますいいですねで今日はこの権利外観法理をしっかりまあ理解していくことが最初のポイントになりますのでまあ まずは94条2項の、えー、と規定についての趣旨ね、まあ、そこをしっかり押さえておいてください。はいということで、まあ、ここまでのところ、ね、94条2項の、まあ、触りになりましたがでちなみにですがちょっとここで、えー、と細かい話1個しますさっきの第三者でさ相続に入らないってあったでしょ、えー、相続に入らないってあったけどどういう時に問題になるかというとねちょっとだけあ,のあれかな。 具体的な例をちょっと、ね、あの何かに書きますけれども、ね、例えばこういう場合どうちょっと考えてほしいんです A が分、まあ、からなかったらしゃあないってやつね。A と B が通報虚偽表示をしてごごめんなさい94条1個ごめんんななささいい条条個個ね、えー、で A が所有者で売ってもいねえ買ってもいねえのに、えー、売ったかったとっいうふうに通報虚偽表示しているで通報虚偽表示をしている中で、e? B が死にました。 B が死んで、まあ、死亡して C が B の唯一の相続人でこの時にこういうふうに相続が起こった時に C がもし仮に善意,善意だった場合に所有権を得られるかって問題って現れるんですなんとなく状況わかります AB 間で通報虚偽表示をやっていて、まあ、A が例えば B に売ったことにして買ったことにしてでおそらくまあ 形だけ陶器こっちに移してるとでこういうふうな状況で通報虚偽表示で実は B 名義に登記になっててただ通報虚偽表示だからお互いに売る気もない買う気もなくて無効なわけですだから所有者が A の状況でこの状況で B が亡くなって C が相続したでこのとき C は何も知らなかったと、えー、C は善意だったと。でこののにあじゃあ自分の おおうちの父親が持ってるこの不動産は私のだって私が相続したんだって言っていいかって問題でこれは言えないんですどうしてかっていうとこれはさっき相続って言ったけど包括承継になるでしょ相続だからそうするとこの図っていうのは実はこいつ第三者じゃないんですよ要するに B の立場を丸ごと承継してるでしょ B の立場を丸ごと承継してるから B と同じ扱いなのだからこの図書くときに まあ慣れてくるとこんな感じで簡略化する図書くんだけど、実はこれ矢印で書かない方がいい。相続が発生したときはイコールにした方がいい。つまり九十四条二項のこれ第三者の問題に全くならないんです。あのまあ慣れてくるとこの図をいかに早く書くかみたいな問題になるんだけどね。あの九十四条二項の場合、さっき言った矢印のように形になるんだけども、A B 間で えと通報虚偽表示がなされててこの無効っていうのは第三者に言えないわけでしょだから別に A は B に言えますよね無効じゃってことはね当事者だからで当然これは、えー、さっき896って書いてたけど相続というのは包括承継だから B の立場そのものになってるわけですよということは、えー、これについては94条2項の第三者に当たらないから A は原則通り無効だって言えます えー、A は原則通り無効といえるのでだからこの、この包括承継人以外のものっていうのは後々も響いてきます、これから勉強するとき民法で何回も出てくる話第三者みたいな言葉が出てきたらとりあえずもう相続人は除いてない相続人はイコールになりますからね、えー、ですのでそこはちょっと意識してみてくださいでは、えー、そこを踏まえてですね今日は、えー、少し、えー、と94条2項の問題を、まあ、いくつかやっていくんですが でこの時に、まあ、若干気をつけていただきたいのが、まあ、この一番オーソドックスな図にしましょうかオーソドックスな図を書きますと A から B、B から C へのこういう通報共有表がなされたとしますでこの時に、はに、い、C は登記を取る必要があるかという問題です、えー、要するに私が所有者だって主張するためには先ほど対抗要件というのがありましたよね。 え所有者として自分が主張するためには対抗要件を備えなきゃいけないよって話をしましたじゃあ例えばこのような通報拒否表示において AB 間で通報拒否表示があってえ第三者が現れて C が全員で買いましたでこの時に A, A と C の関係で C は登記を取らないといけないかって問題ですでこれは最初にそういうもんだって抑えちゃうというのがこれ登記いりませんどううしてかっていうとい 登記が必要な類型っていうのは、まあこれを知っておくだけで便利です。A と C の関係っていうのは、これね全種公種の関係って言われてるんですよ。まあこの A と C の関係ね。で、全種公種の関係に立っているときは、これは一般的に対抗関係とは言わないんですよ。言ってみれば、こう点々状とって言うんだけどね。 このように全種公種の関係になっているものについては要するに売買契約の当事者と同じような扱いでえ対抗関係には立たないというふうに考えられているというかそうなんです。でこればっかりは習うよりなれろというとこがあってこののような関係の時にはは一切いりませんですから94条2項の第三者と本人の関係っていうのは A から C にただ全種公種の関係でしょ。 だからこれ陶器いりません。で陶器がいるのは言ってみれば二重譲渡型です。この時は対抗関係立つになります。だから陶器が主張しようと思ったら陶器が必要になってくるとまあいうことになります。えー、陶器が必要というふうになっていきます。ごめんなさい。なのであのー、これからまあ。 大体の話をちょっとしていくとだから94条2項の適用場面っていうのは主に全種公種の対抗あごめんなさい全種公種の関係に立つ場合になりますのでまあレジュメのちょっと2ページのところでちょろっとだけ書いたんだけどだから94条2項の問題っていうのは全種公種の関係に立ちますから例えば AB でえこんな感じ C が。 C が94条2項の第三者になっているという場合ですね94条2項の第三者になっているという場合には C は登記なくして OK ですすごい雑な言葉遣いになりますが登記なくして私のもんだというふうに主張していいですいいですね登記不要ですなぜなら AC は えー、AC の関係っていうのは先ほど申し上げたとおり、えー、全種攻守の関係に立つと、えー、されているので、まあ、いらんよっていうね、えー、そういうふうなノリになりますじゃあねちょっとこの対抗関係と全種攻守の練習も込めて、えー、少し事例問題ちょっと触ってみたいなと思ってましてえっ、ー、とねレジュメテストですねどこだえっ、ー、と2番3番 をちょっとまあ練習すると分かりやすいかなというところです、まあ、ちょっと2番、3番をちょっとね図ですが、まあ問題、問題集の方に一応解説はついてますが、あのー、シンプルに図を書く練習だと思ってください、えー、AB 間で通報虚偽表示がなされた、まあ、2番ですね、ちょっとせっかくだから、この図を、えーと、事例問題集の2番になりますね、えー、例えば AB 間の通報虚偽表示で、まあ、通報虚偽表示がなされたと、まあ、2番ね。 AB 間で通報虚偽表示がなされて BA が所有であるかの外観ということは何か登記でも書いておきましょう登記があるとなんかその人の名義になっているというイメージだから分かりやすいかなと思うんですよねえまあ AB 間でまあ通報虚偽表示、医師の合致があってまあ通報で医師の合致があってえ売りません、買いませんって話ね。 えまあ、実際に通報の虚偽表示があってで B 名義であるかのような外観あんなさい B 所有であるかのような外観があって登記名義が B になってましたこの時にじゃあ C に売りました、まあ、これが順番でいうとこんな感じで C は全員、えー、の C に売りましたところが真の所有者が、えー、これを D に売っていた <laughs> こういう状況ですね D に対して売っていた、まあ、こういう状況ですはいでこの時にと問題を分析的に処理できればいいです、えー、A は所有者じゃんだから所有者として D に売ったんだろうねおそらくは、まあ、94条1個で無効だからで無効だから94条1個で無効だから A は自分の土地として D に売ったんだと思われる でその一方で、通報虚偽表示の登記に従って登記を信じて C が入ってきているからこの人94条2項の第三者になっている。ということはお互いに C と D は自分が所有者だっていう立場なわけですよね。えーまあ、言ってみれば C は90自分は94条2項の第三者だね。C は自分が94条2項の善意の第三者だから A から所有権を得られるというふうに主張できる。 それに対して D は A が本当の所有者じゃん A は所有者なんだから A から買ったんだっていう主張をしてるじゃあこの時どっちが勝つかっていう話なのよでそしたらこれもうシンプルにあの図を書けるようにしちゃ簡単 A を起点としてこの関係に立ってるでしょ A を起点として C と D が対抗関係に立ってるでしょこの94条2項とか絡んでるけれども結局 A から C は所有権を得たい得るって関係じゃん 94条2項で A から直接 C に所有権が移る関係で A は D に売っちゃったって関係に立ってるからそうするとこいつらって結局対抗関係なんですよ。対抗関係に立ってるということは登記を,を先に備えた方になればいいと。 まあいうことですね、えー、だから、まだこの段階ではどっちだか分かりませんけれども、まあ、CD 間が対抗関係に立つから先に登記を備えた方が確定的に所有権を取得するという関係に立つとじゃあ3番はどうでしょう、まあ、3番図書いてあるんだけど、えー、と3番の図も一緒にやって、まあ、大体図を最初書けるようにするのが、ね、結構重要なんで AB 間の虚偽表示によって B 所有のような外観を有している土地がまずあります3番ね、えー、ということはまあ慣れてきたらこんな感じで AB で94条1 A が所有者で B の外観、まあ、こんなふうにパパッと書いちゃうんです。AB 間で通房虚偽表示がなされていてで、そして B 所有であるかのような外観を有している土地があったで、B がこいつにもこいつにも売っちゃったと、C にも D にも売っちまったと、まあ、いう場合で、この場合どうしますかという問題だけど、まあ、慣れちゃうと、ね、どっちも善意だとしますね。C C とと D D にに二重二乗とした時に、C、も、D、も 善意だっった場合これどういうい状況になってるか分かるかか C も D も94条2項の第三者なんですよどっちも善意だった場合いいあのこのように通報虚偽表示がなされているっていう状況で B が C に対してもう D に対しても売っちゃったっていう場合にはお互いに94条2項の第三者になるということは A との関係では C も D も私が所有者だって言える関係なんだよね いいね、C, C とのかあ A ね A との関係では、A、94条2項の第三者に当たるんだったら A は自分が所有権を主張できないわけじゃんいいよね、A、94条2項の第三者に対しては、A、通報拒否表示の無効が主張できないから、A、自らが、A、所有者だっていうのは主張できないじゃあどっちって言った場合そしたらこれも図を見れば何か分かるかな結局 B を起点としたここ二重条とになってんのよだからここの部分を見れば結局はこの二人っていうのは CD っていうのは対抗関係に立つと。ということは先に投機備えた方だよっていう結論が導ける。いいよね同じ。投、え、機、ー、を先に備えた方が、えー、勝,て勝てるって言っちゃうといけないのかもしれないけれども、えー、先に投機を備えた方が確定的に所有権を取得すると、まあ、いうふうに考えられてるわけね。 でこのようにまあ94条2項の問題というのはまあ大きく分けるとこれから先いくつかやるんだけどまあ重要なのはこの権利の移転みたいのが出てきた時に全主・公主の関係と対抗関係っていうのが違うということはしっかり押さえてくださいつまり全主・公主の関係というのは例えばこれはこの C が私が所有者だって言いたいとするよね A には党規いらないんですよ A に対しては別に A と C との関係は全主・公主でしょ だから A に対して私が所有者だって言うためには別に登記なくして C は言えます、私が所有者って。だけど D に対しては対抗関係に立っちゃってるから D に対しては登記なければ私のものだって言えない。ということだね。いうことだね。だから例えばこの問題っていうのはあの、まあ、この2番の問題を見たときに C は登記を備える必要があるかっていう問題が出てきたときには答えは厳密に言うと分けて答えることになるよね。 A に対しては全種公種の関係だから登記がなくても自分が所有者だと言えるけれども D に対しては A を起点とする二重譲との関係に立ってるわけだから D に対しては対抗関係に立ってるから C は登記を備えなければ所有権の主張ができない。という答えになるんだろうな。ここのところはちょっと復習するにあたっては最初ねえ一発目これ難しいなっていうケースもあるんだけど慣れちゃえばもう図書くだけだから。 えー、ここは問題練習だと思って、えー、パターンとして押さえておいてくださいではね、えー、ちょっと前半はもうちょっと、えー、重要なところをや,やるんですがこの94条2項については、えーとまあ、非常に重要なところで類推適用、えー、というのがめちゃくちゃ重要になってきます、えー、94条2項類推適用、えー、というものを扱っていきますでまずねあのえっとね ごめんなさい。えっ、ー、と事例問題解説集のえっ、ー、とね。4をちょっと見ていただければとで。ちょっと私の方少し書き込んじゃってるので、えっ、ー、と書いてないやつを少し出しますが、えっ、ー、とね。まあ、条文としては条文っていかね。事例としてはこういう事例なんですよ。 こちらちょっと見ておくとで A が税金対策として自己所有の、えー、建物を息子の B 名義で、えー、保存投機して放置しておいたところ、えー、B が勝手に A に処分してしまったという事例になります。いいですかね、でここのの事例の厄介なところは まあ図を見ていただけるとまあ図をちょっと書いちゃってるんですがえと A がまあ自分の所有権のある不動産、建物ですね自分の建物を息子の B 名義で登記をしていて放置しておいたら B が勝手にこれを処分してしまったというのがこの事例なわけですね。でこの事例なんとなくまあ言ってみれば売却がなされてるから C は私が所有者だって言いたい C が私が所有者だって言いたいけれども まあもちろんこれってあれ勝手に登記をしてるだけだから所有権は A のままでしょ。いいよね、要するに A っていうのは税金対策で勝手に名義を移してるだけだから別に、B、A と B との間で何も合意がないから別に所有権移んないんですよ。AB 間で所有権は全然写ってないから原則としては A が所有者で。でえー B が登記あるけれどもこれはあのこの後説明するけど登記には更新力はないと言われていて B 名義の登記があったからといって所有者は A である以上は C は無権利者から買っただけですこれはちょっと慣れておいてくださいあの要はね登記名義があってそれを信じたっていうことについてはあの原則としては登記名義が B だからといって所有権が B にあるわけではないからこの登記を信じて C は買ったとしても原則としては無権利者から買っただけです だから無権利者から買っただけだから A は A から所有権を得ることは原則できませんいいですねでただこれってでもその結論かわいそうだよねってのはわかりますよね、えー、このように要するにこのような結論を導くっていうのはやっぱり妥当ではないだろうとまあやっぱり言えるわけですよじゃあじゃあどうするなんか94条2項の場面と非常に似てますよねじゃあ94条2項の場面が、えー、なんか使えるか っていうことなんだけれども、実はこれ九十四条二項は使えませんよね。え、なぜかっていうと、ポイントは勝手に登記してんだよね。税金対策として、自己所有の建物を息子の b. 名義で勝手に保存登記していたっていうことは。この a. B. 間には通謀がないんです。いいですね。a. B. 間には通謀がないから、九十四条一項、九十四条二項を使って。c. を保護することっていうのは、どうやってもできない。ということです。 でだけど、じゃあ94条2項が使えないからといってじゃあそれで A は権利あ C は権利取得できないというのはやっぱり明らかに妥当性が欠くじゃんこの場面だって考えてみたら通報拒否表示と同じぐらい悪質でしょあ要するに A と B で通報していないとしても結局 A が勝手に B 名義の登記を移すということであればやっぱり A を犠牲にしてでも C を保護すべきだという要請は働くじゃないじゃあどうするかっていうとこの時に使うのが累積適用 累積適用というのは基本的にどう考えていくかというとまず直接適用できない、えー、ということをまず示すわけですねちょっと下にねごめんなさいねこれちょっと書いてあるんで写しながら、えー、ですが累積、えー、適用という場面になりますまず94条2項は今回直接適用できません、えーまあ、一番大きな理由は通報がないからです、えー、94条2項では これは、ね、ちょっと書いちゃって、ちょっとあれですけれども、先にちょっと書いちゃってますが、えー、と理由としては通報がないからですよね。登記を移転させるっていうこと自体も、あの勝手に登記を移転してるだけですから、登記自体が意思表示という評価できないんですよね。えー、というのもあって、やっぱり一番大きな通報がないっていうことですね、えー、通報がないということは、やっぱり94条2項の、えー、直接適用ができない場面なんですよ。 とすると原則としては C は保護されないってことになるんだけれどもただ、全体構造でもやったことの復習だけど趣旨が当てはまるんだったら同じ結論を導くべきでしょっていうねえ直接適用ができなくてもその趣旨が当てはまるんだったらえやっぱり同じ結論を導くべきでしょうということになるじゃあ本件ではどうですか94条2項の直接適用はできないけれども94条2項の趣旨ってこれじゃない権利外観法理 に求められれるるよよねね条2項というのは権利外観法理に求められるよ、ね、じゃあその「権利外観法理、えー、復習ですが虚偽の外観本人の奇跡性第三者の信頼それが当てはまる場面だったら同じ結論を導くべきだというふうに考えていくわけです。でこれを「類推の基礎」と言いますね。 類推の基礎なんていうふうふに説明されますがで特に民法って24回って大うで意外とあっという間進むんだよねなのでその時にこの類推適用は今日しっかり分かるようにしておいてくださいあのもうルールはすごいこれ特に論文を書くにあたってはもう書く流れ決まってますからこの3段階もう直的できない直的できない理由をまず示す で今回は通報がないんだから94条1項では通報してってはっきり書いてあるわけだから勝手に登記を移転したっていうのはこれは通報がないから94条使えないんですであとは登記名義があるっていうことは意思表示でも何でもないんですいいよねあくまでも通報虚偽表示っていうのはお互いに売買契約を結ぶようなそういう意思表示をし合うことが必要になるわけでしょいいよね と、えー、いうことになるわけだけれどもそもそもこれは何の通報もなく勝手に登記を移してるだけの話なんです、えー、ですから、えー、特に通報がないことが大きいですけれども直接適用することはできないっていうのをまず示すでも直的できなくても趣旨が当てはまればいいじゃんってことを言うその時に94条2項の趣旨は権利外観法理だってことをばっちり書くだから94条2項の趣旨はって言,言えないとアウトなんですよ 94条2項の趣旨は権利外観法理でえそれは何かっていうと虚偽の外観だ本人の規制規性第三者の信頼それが満たされるときには本人を犠牲にしてでも第三者の信じた通りの権利を認めるっていうのが権利外観法理じゃんとじゃあその趣旨が妥当する場面では同じような結論を導くべきなんじゃないかって考えるわけですでするとじゃあ導くべきだと考えた上で本問ではどうかというのを考えるわけです 本文では、ちょっとこの図を復習考えてほしいんですが虚偽の外観、これはもう全く問題ないよねだって勝手に B 名義の登記されちゃってるから A が税金対策 A が税金対策で B 名義登記ですよねえもう虚偽の外観として B を名義とする登記が存在しているそして A の奇跡性これも問題ないねだって無断でやってるんだから。 無断でって一応書いておけど勝手に虚偽の外観を作ってるわけだからえまあ A の奇跡性はえ非常に高いと言えそうだとでさらにはその一方で C の信頼というのは C はそれを信じてえ買ってきたということになりますからそうするとこの虚偽の外観え本人の奇跡性第三の信頼これは順番いずれでも構いませんけどこの3つの権利外観法令を満たすような状況になっているということは 直接適用ができない場面通報がない直接適用ができない場面であったとしても94条2項の類推ができる結果 C を信じたとおり所有権を認めてあげていいんじゃないかというふうに導くわけでこれが94条2項の類推適用の基本形になりますで特に <laughs> えっと上の図ですが、まあ、一応線だけ引いちゃってて恐縮なんですけれども基本的には あの94条2項の累積適用論については上のえ解説部分ちょっと見ておいてくださいえと94条2項の趣旨というのがまあ権利外観法理に導かれるとえ94条2項の趣旨まあ少しこれを写しておきますけれどもえと写しつつですがえと上の4ページのえーと解説の中のところをちょっと見ていただけるとまあそもそも94条2項の趣旨っていうのは権利外観法理であると。 で虚偽の外観が存在すること外観作出に対する本人の奇跡性があることそれから第三者の信頼を要件として取引安全の観点から第三者を保護するという考え方であるでちょっと上の方にちょっといっちゃいますねそろそろねで、まあ、そうすると、まあ、このような94条2項の趣旨が権利外観法理というところから、まあ、直接適用ができない場面でおいても上記趣旨が当てはまるのであれば類推適用によって善意の第三者を保護すべきであるというふうに考えていくわけです でこの事例4って書いてあるところから置いておいてじゃあ本件の考え方は特にここです、ね、通報がないということが一番大きいです。えー、本事例においては、えー、無断でやっているという事例になりますから、えー、無断で勝手にやっているという通報がないという点で94条2項の直的ができないもう順番、ね、直的できない、えー、趣旨が当てはまる類推適用。 です,ね、ですから直接適用はできないだけど虚偽の外観本人の奇跡性第三者の信頼がある以上は94条2項の趣旨がやっぱり当てはまる、えー、権利外反法理が当てはまるので類推の基礎があるしたがって、はいえー、94条2項の類推適用によって結論処分時に C が善意ならいいだろうと、えー、いいですね そうすると処分時に C が善意であれば A は虚偽の登記を持って A に A にあ C に対抗することはできず C が確定的に所有権を取得するという場面になりますで一応これが、ね、94条2項の累積適用の基本編になりますで今日の講義、ね、あの前半後半に、まあ、続けていく分けていきますけれどもこの94条2項の累積っていうのは少し事例でいうと567と続きます 567と続くんですが少しせっかくですからこれ問題集の方は、まあ、同じですからね、えー、567ってちょっと問題をパッと見ていくと、まあ、4ってのが典型的な94条2項の累積適用なんですねじゃあた一緒にちょっと考えて後,後半で少しまたやりますけれどもじゃあ5の場面どうですか、まあ、問題でいうと5ページいっちゃっていいですからね、えー、5ページ見ていただけると B は A に内緒で A 所有の土地の名義を A から B に変更したということは今度は B が勝手にやってますよね 5はね、A は土地の名義が B に変更された事実に気づいていたものの登記名義を事故に回復することなく長期間放置していたところ B がこれを C に売却してしまったという場面ですするとこれっていうのは A が B で今度は勝手に B が登記を移してでその結果、売っ払っちゃったという状況です、まあ、これはあの図書かなくても大丈夫かなと思いますが B の側がやってたと。 はい、でこの時やっぱり94条2項直撃はできないけれどもこれちなみに判例の,、ね、あの事案なんだけどこの長期間ってどのくらいだったかってもう数年間なんですよね、えー、もうずっとね何年間にもわたって放置していたっていう事例だったんですね <laughs> でこの時さっきの4番の問題と5番の問題どこが違うかっていうと4番は思いっきり A が悪いよね A 自ら虚偽の外観を作ってますよね B はどうですか5番は5番はある意味 A ももともとは B が勝手に移したっていう話なんですよだけどその後長期間土地の名義が移ってることを知りながら長期間にわたって放置していたって場合どう評価できるこれって自分から目次的に承諾しててるってこと言えない例えばねあの普通登記が人の登記になってたら速攻変えなきゃダメよだってこ,うこ,うこれされるからですぐ。 登記、ね、移されたらすぐ売られちゃいますからえ仮に、ね、B 名義の登記にされてるってことを所有者である A が知ったらお前何やってんだって,ってすぐ戻すはずなんだよでそれを知りながら長期間にわたってずっと放置していたってことは結局はその虚偽の外観を作ることをまあ目次的に、えー、認めていたってことでしょとなるとこれはも奇跡性を基礎づける事実なのよであるならばやっぱりこれ94条2項の類推しちゃっていいえ94条2項の類推しちゃっていいで しかもこれっていうのは分かりながら放置しているっていうのがめちゃくちゃ大きいつまり虚偽の外観を自分から作ったのと同じような状況になっているとまあ評価できるでさらにここから先ねだんだん微妙な感じになっていくからね6六はですね A は自己所有の建物を B 名義の仮登記に変えていましたでこのの仮登記というのは 登記をする前にとりあえず仮に登記することを仮登記て言うんですもうそのままなんだけどね本登記ていうのは確実に確定的に登記しちゃうこと仮登記っいうのはとりあえず登記することなんですよ A は一応仮登記を作ってたのよ自己所有の建物を仮登記に作ってたら B がこれを勝手に本登記に移して売っちゃったっていう事例なんですねちなみに仮登記と本登記っいうのは全く違うものなんですよ 仮登記ってのはとりあえず本登記するまでにとりあえず登記しておくってだけで仮登記があるだけでは何もできないんですよ。で本登記になっちゃうともう本当登記だから登記だからまあ言ってみれば通常の登記と同じぐらいの意味合いを持っちゃうだから要するに仮登記だったらそこまで信用ないんですよ仮登記だったら仮の登記ねぐらいな感じ信用ないんだけど本登記になるともうこれは大体もうこの人の名義なんだなって信じるだけの強い。 意味合いを持ちますで本件の6番というのはこ,こういう違いい違なんですよ A と B との間で仮陶器を作っていたんですよ仮陶器を作っていてこれについては A は分かっていた、うん、じゃあ仮陶器でいいよって言ってたそしたらこれを B が勝手に本陶器に変えてしまった上で C に売ってしまったと、まあ、こういう状況です。 で、これって、なんか、なんとなく、だんだん、ちょっと見えてくると、素敵なんだけど。五六七八、あ、これ、四五六七か、ごめんなさい。四五六七って見ていくと、六になってくると、なんとなく。A. も被害者っぽくなってるんですよね。A. は仮登記だけを作ってたんだよね。だから、とりあえず仮登記を作ってたら、B. が勝手に本登記に変えて、そのままボーンと売っちゃった。っていう状況。ですよね。 A としてもなん,かなんで勝手に B は本陶器登記にしてで5番と違ってさずっと分かって放置してるわけでもないんだよね5番はさ記を移されて数年間だったんだけど判例の事案はねえーずーっと分かってて登記をそのままにしてたっていう A の落ち度はあるけどこっちはね仮登記を本登記に変えた結果ポーンと打っちゃったんです。っていう事例でさらには7番。 7番に至ってはちなみにこれ予備試験で、えー、これベースにした判例出てるんだけど、えー、この判例をベースにした事例問題出てるんだけどどういう事例かというと A は今度は B に言われるがままちょょっと図を見ましょうかね、えー、A は B に言われるがまま A との土地の、えー、登記済証や事故の印鑑登録証明書を渡すなどしていたところ、まあ、これはねちょっと補足しておくとこの A ってねちょっと高齢の方だったんですよ、まあ、おじいちゃん。 でおじいちゃんで,で B っていうのは、まあ、言ってみればそのおじいちゃんのところにうまいこと取り込んで一、まあね、人暮らしだから、ね、自分ではそういう土地のこととか、ね、あの預かるの大変でしょとだから代わりに預かってあげるよみたいな感じで、えー、こういう形で、えー、土地の権利証とか登記済み証とか印鑑証明書を、まあ、言ってみればその高齢者から預かるっていう感じで、まあ、B は近づいていったんですよでおじいちゃんはそれを信じたわけですね。 ああだってもう一人で持ってても土地のこととか分かんないからねっていうね、えー、土地のことなんか分からないからじゃあ信頼できるね君にね、えー、この登記済証とか印鑑証明書を預けておくから何かあった時にはね、えー、何かあった時のために管理しといてよっていうふうに任せたんですねでもう任せたらこの渡したらどうなるか分かるわねもう渡したらもう,もうしめしめですよね自分の名前に変えちゃって全部売っ払っちゃったと、えー、いう状況です、えーまあ、相当 悪いやつですよ。え <laughs> 悪いやつですよね。えっ、ー、と、まぁ、あ、今度は7番の事例っていうのは、そこがちょっと違ってくるわけよ。7番は、A が B に対して、B の言うままに、B の言うままに重要書類渡してた。で、そしたら、勝手に B が、 B が勝手に陶器移して売っ払いやがったと。はいい、ね、勝手に陶器移して売っっやがったとでなんでこれで陶器移すかっていうとあのなんでみんな全部陶器移してんだよと思うかもしれないけど陶器がないとやっぱり死は買わない信じないわ <laughs> かる,かるそれだけ陶器っていうのはやっぱりこの人の名義だってことをやっぱり更新力はないっていうのは最初にも言ったけれどもやっぱりその人に陶器名義が移るってなるとやっぱみんな信じるのよ。 その人が所有者だってだって普通にあの所,有者のは所有者はその不動産の登記するものというのは取引会の常識ですからあの登記を備えちゃえばもう C なんかホイホイ信じますだからあの B は A から大切な書類はちょっとあなたが持ってると危ないから預かってあげるよみたいな感じで重要書より全部渡したらもう速攻登記変えて C をだまして売っちゃうんですポンとでこうなった時にじゃあ C は保護されるかっていう話です でこの6番、7番をちょ,っと、えー、ちょっと軽く補足してから休憩ってことになりますが6番、7番は、まあ、一応、ね、原則はまず、ね、大原則としては94条2項の直接適用は一切できませんなぜかって言ったら通報がないからねいいよね、えー、6の仮登記にすることにおいても本登記にする通報なんかありませんよねで7番については言ってみればもう騙されちゃってるんですよね A の言われるがままに騙されちゃっている。 ということになるとやっぱりこれも通報はないから94条2項の直接適用はできないわけですじゃあ累推適用ができるかっていうことを考えると言ってみれば虚偽の外観はある虚偽の外観はある例えば6も7も B 名義の登記っていう虚偽の外観所有者は A だからどっちもねどっちも所有者は A だから えどちらも所有者が A である以上はえ実際にえっと所有者が A にもかかわらず B の登記名義があるということはまあ A が所有者であるかのような虚偽の外観があるそして A の落ち度 A の落ち度は一応あるかななぜかというと7は7なんか分かりやすいじゃんこんな渡すなよって話じゃないいよねあのー まあ、た例,えばゃ例えば高齢者の方とかであったとしてもあの自分の土地の権利証と印鑑証明書を渡したらどうなるかは分かるよにもかかわらずホイッと B に渡しちゃうっていうことはどうなのかでもっと言うと6番は6番はいやこれ本登記にして悪用するようなやつに仮登記つけんなよって話。つまりあの さっきの問題の4と5のとの違いっていうのは4と5っていうのはまあどちらも、まあ、5はね最初はきっかけは B かもしれないよ最初はきっかけは B かもしれないけど長期間放置することで B 名義の登記を許容してるよねつまり4の事例も5の事例も要するに B 名義の登記に移すことについては A は分かってるっていう点では奇跡性が大きいんです でじゃあ6と7はどうかというと奇跡性はそこそこにあるんだけれども4と5の類型と比べると奇跡性は小ささいとされるなぜかというと6はこれね A は A の意思としては何か仮陶器でしょでじゃあ作られた外観は何 ?B 名義の本陶器でしょ つまり A が思っている外観と作られた外観というのは全く違うものなんです。A は仮登記までは許容しているけれども本登記にすること,というのは許容していない。で7は A の意思は何もないでしょう A の意思は何一つないにもかかわらず作られちゃった外観っていうのは、えー、と B 名義。登記つまり この、えー、と6と7っていうのの共通点は A が認識している以上の外観が作られちゃった4と5は意思と外形は対応してるんですつまり、まあ、4番と5番またあの休憩挟んでからちゃんとやりますけど4番も5番も A は B 名義の登記にすることは全部分かってんだよねそれが要するに,勝手に4は勝手にやっちゃった5は B にやられたものを黙認した といいう違いはあれどもね A が自分からやったのが B がやったのを長期間黙認したっていう違いはあれども A の B 名義登記という虚偽の外観を A は認識してるんだよね。だからそれなり落ち度高いだ,だけどその一方でこちらどう ?6 番7番は A の思ってることよりも勝手に B がやらかしてるって部分が出てきてるわけ。 つまり A の意思は仮登記だけどできた外観は本登記7番は A の意思は別に虚偽の外観を作る意思はないけれども勝手にやられちゃったとなると A の落ち度というのが相対的に少ない類型になるで,で私なんかがえこれねあのよく言うのが A もある意味被害者だってことですこっちは A もある意味被害者になっているじゃあちょっと戻りましてちょっと休憩入る前なんですがじゃ A もある意味被害者だってことになるとどうするかというと民 この後民法で勉強しますけど A と C のバランスだよね。で A に落ち度が大きい場合にはやっぱ C を積極的に保護したいよね。いいよね A が落ち度が大きいんだったら C を積極的に保護したい。でこの時には C は善意であれば保護されるわけだよね。だけれども6番7番の類型はまあ判例がこう考えてるんだけど A の奇跡性は小さいんだよね。ああるる意味 A も被害者であるならば A, A もある意味被害者であるならば C を保護するためには C もそれなりのことをやってなきゃ困るっていう発想なんですつまり A の奇跡性が小さいつまり A もある意味被害者なんだから A にも配慮しなきゃいけないその時はじゃ A を保護、A がね奇跡性が小さいからには C を保護するためには一段ハードル上げるんですどうハードル上げるかっていうと善意だけではなくて善意無過失までいるつまり信じたことに落ち度がなかった とということまで主観的に要求すするというのが判例なんですねで、えー、と今日の講義後半でそこやりますがそうするとねこの94条2項っていうのは大きく分けると4つの類型で、まあ、講義メモのところでね、まあ、まとめますけど大体医師外形対応型と医師外形非対応型っていうのに分かれるんです。で医師外形対応型というのは先ほどの講義でいうと4番5番に該当するもの。 えー、事例問題集の4番5番に該当するもので無断で、えー、B 名義登記を移しちゃってるとか、えー、自分が、えー、とやられてるのに気付いてるんだけど、えー、長期にわたってずっとその B 名義を放置しているみたいに、まあ、言ってみれば虚偽の外観を作出する意思がもうバシッとあると <laughs>、えー、作出する意思がバシッとあるとでそのような場合には善意のみで足りるとしてるんです。でそれに対して 意思外形非対応型、まあ、事例問題集でいうと6番7番に該当するもの、えー、6番7番に該当するもの、えー、6番というのはえー、っと仮登記までの、えー、A は仮登記までしか許容してないのに本登記にされちゃった7番は書類を預けただけなのに勝手に、えー、登記を移されちゃったみたいに、まあ、ある意味 A も被害者という場合ですね、えー、ある意味 A も被害者という場合にはその時にはここでねあの 110条の類推適用って出てきたんだけどこれはちょっと後半で簡単に説明しますが医師外形対応型の場合にはちょっと触れとこうか最後ここまでです医師外形対応型とどこが違うかっていうことだけえちょっと見ていきますえ医師外ひたあごめんなさい医師外形対応型っていうのは まあ言ってみ A の奇跡性が大きいんですよ相対的にで非対応型の場合で医師外形対応型と比べると小さいとでそうすると A を保護する必要性がどうなるかやっぱり こんな感じですね医師外形対応型の場合には A 保護をする必要性はあまりないんですよだけど医師外形対応型あ、医師外形非対応型の時にはある意味、被害者 A もある意味被害者だから A についても保護しなきゃいけないでそのバランシングの中でどうなるかというと C の主観要件というのが変わるわけです。 C の主観的要件がこちらは善意,で足りると善意のみで OK。でこれはこの110というのは一回ね講義やると2回目の講義ですぐ出るんであの一応善意のみで足りるんだけれども医師外形非対応型の場合には。 まで必要ととこれが条項まずは無過失まで必要というのがどういうことなのかということをえしっかり理解しておくといいと思います。つまり非対応型というのは非対応型というのはまあ講義の中で6番、7番とやりましたけどまあ相対的に 奇跡性がつ小さいんですよえ相対的に奇跡性が小さいわけですねえ奇跡性が小さいまあ A もある意味被害者ってことですっていう 場合ですねでこの A もある意味被害者であるということからやはりこの A 保護の必要性が高くなりその結果、善意無過失まで、えー、相手方を保護する要するに A もかわいそうだから A を保護するた、まあ、ごめんなさい A もやっぱりね A の落ち度は少ないから C としてはやることやってくれやとだから無過失つまりやるべきことやってるって場合だけ保護するよとで逆に言うと A の落ち度が大きかったら A なんか保護しなくていいでしょ。 A の落ち度が大きかったら A なんて保護する必要はないんだから全員で足りるよとえわざわざ過失がなかったなんてことはいらずにえもう全員のみで足りるよっていうふうにバランスイングを取ってるとまあいうことになっていますえですのでえまあ先ほど言った94条2項の場合はまあこのようにまあ医師外形対応型と医師外形非対応型に分けてえ考えていくということになりますで実際判例をちょっと読んで後半ね判例を少し読んでいきますけれどもまずはこの A の意思と作出された外観が違う場合と同じ場合っていうふうに分けて考えていくとまあいうことになりますのでまあこの点はもう一度えちょっとこれかなごめんなさいえさっき事例の板書で書いたけどまあこれが結構重要ですねだからこの A の意思とまあ6番の問題だったら6番7番でいうと6番はどう A の意思と B あ外観が違うと。 で7番も A の意思と書類渡しただけと作られた外観がやっぱ違うわけですよ。でそうなってくると、まあ意思まあ、A の意思と外観が一致していないような場合にはさっきも言った通おり5番4番、5番のような、えー、自らが虚偽の外観を作ったような場合とは異なって、まあ、ある意味 A, にも A, の A も被害者みたいなところがあるから A の奇跡性が一段下がる。 A の奇跡性が一段下がるためということは C を保護するためには、えー、善意だけでは足りず善意無過失まで要求するという、ねえー、理解が立っておけばいいですですので抗議メモのちょっと戻りますけれども1ページに戻るとだからこれ類推適用じゃなくて直接適用の場合でも無過失はいらないんですよね、まあ、条文上も善意で足りるって書いてあったじゃん え条文上も善意の第三者に対抗することはできないっていうふうになってて94条2項はだから無過失もいらないし当期もいらないってそういうことなんです。いい,よね94条2項っていうのはそもそも A の,があの通報虚偽表示っていうのは本人の奇跡性が大きい類型なんですよ。通通虚虚偽偽表示自体が通貌して虚偽の外観を作るという極めて悪質な類型になってるからもう第三者は善意の第三者で足りるんです。ですがであとは当期がいらないのはいいね全種行主だから。 えー、A と C の関係は全種・公種の関係に立つから A との関係では投機がいらないと、まあ、いうことになります。と、は、と、い、ということで、えー、とりあえず ここまでのところが94条2項のところで特に類推適用のところの重要なところを触れましたのでここで1回休憩を挟んで後半は事例解説集の方の判例ですね実際先ほどの5番6番7番の判例をちょっと読みつつですね引き続き意思表示の方をやっていきます。特にに条2項の類推論については まあ、最初のうちは慣れるまでは大変かもしれないんだけれどもその復習するにあたっては、まあ、奇跡性が大きいかか小さいかです要は A と C をどっちを保護するかって議論だから A と C をどっちを保護するかって議論の中で A に落ち度が大きいんだったら C をほいほいを保護しようってことだよ A, に A が悪質だったらもう C は善意で保護してやろうで A に悪質性が少なかったらやっぱり C は善意だけでは足りず善意無過失まで要求しよう。 その相対的な、えー、均衡みたいなところを意識して考えていくのが民法のコツだと思いますので、まあ、特に最初心理療法でもありましたよ、ね、う依者を保護するのか相手を保護するのか。 とかね、え94条日項型であれば、えほ権利者を保護するのか第三者を保護するのかみたいに、お互いにその利益がぶつかるところが出てくるので、その利益をどう調整するのかって意識で条文読んでおいたりすると、まあここはいいかなというふうに思います。はい、じゃあそれではですね、一旦ここで休憩挟んで、後半引き続いて94条日項をやりつつ、残った錯誤詐欺脅迫、まあここまでのところをしっかりとやり切っていくことにいたします。はい、じゃあそれではじゃあ一旦ここで休憩いたします。 では、えー、引き続き後半ということになりますね、えー、と後半ですが先ほど触れたあの94条2項の累積評論、えー、についての、まあ、5番からちょっと判例見ていきましょう、えー、と4番のところで、えーまあ、触れたところではあるんですけれども、えー、とこちらはですね勝手に移しちゃったわけではなくて、えーとねまあ、A 所有の、まあ、B の方が最初やってたんだよね B の方が最初に当期移しちゃってたと、まあ、いう状況下で、えー、事故の名義が気づいてたわけだね、えー、事故の名義が B に変更されたことを気づいていたものの当期名義を事故に回復することなく長期間放置していたところっていうでここがだから A の奇跡性ですね、えーまあ、A の奇跡性を基礎付けてたってことです、えー、基礎付けると。 まあ言ってみれば、知りながら放置っていうのが結局虚偽の外観を作ったのと同じっていうことなんですよね。えー、まあ言ってみれば知りながら放置っていう言葉がありましたよね。まあ、知りながら放置っていうのがありましたけども結局これが、えー、虚偽の外観の「を。 まあ、虚偽の外観を作出するのと同じであると、まあ、いうことですねですから本人あのこの5の類型というのは、まあ、言ってみればまあ承諾みたいなイメージですよね、えー、まあ虚偽の外観が作られたとしても、まあ、この他人名義の登記、えー、の存在を知っても、まあ、明治または黙示に承認していた場合に含まれるということですで判例の立場は、えー、繰り返しになっちゃいますけれども黙示、えー、の承諾でも累積、えー、を肯定していますですので黙示、えー、の承諾によっても94条2項の まあ累積適用をまあ肯定し得るというのが判例ですで実際、判例必要なところだけ読んでおきますけれども、まあ、ちょっと長い判例なので、ね、しかも昭和45年とかすごい古い判例なので、まあ、必要なところだけ読んでいくと、まあ、ここですかね不実の,の所有権移転登記の経由が所有者の淵の間に他人の船団によってされた場合でも。 所有者が右不実登記のされていることを知りながらこれを存続させしめることを明示または目次に承認していたときは右94条2項を類推適用するんだと、まあ、いうことですね類、えー、推適用し、えーまあ、同じようなことが続きますけれども所有者は前期の場合と同じくその後、当該不動産について法律上利害関係に優先に至った善意の第三者に対して対抗することができないと。 いうことですね。まあ、キーワードとしてはね、あのー。ここの部分ですね。あの登記されていることを知りながら、まあ、明治または目次に放置、あ、登記、あ、ごめん承諾していたっていうことね。まあ、こんな感じで知りながら。明治または目次に承認あたりですかね。まあ、この辺りのところがまあ、肝になるんだと思います。で、このような場合には、えー、やはり。 94条2項の累積適用によって善意の第三者を保護するということになるでは仮登記本登記についても基本的に同じような話ですこちらはだから仮登記の場合は、まあ、言ってみれば A の軌跡性のところが医師と外観がこう対応していないということですねこちらの仮登記本登記の場合にはあくまでも A の軌跡性と えーまあ、仮陶器にしていたことであってで B が勝手に本登器に移しちゃったという場合ですでこの場合には意思外形非対応になりますね意思、えー、外形非対応ということになりますので A の意思は、まあ、さっきと同じですね A の意思は仮陶器 A の意思は仮陶器で、えー、そして実際作られたのは本登器ということになりますのでそうすると、まあ、このように意思外形非対応型の場合には、えー 累計的にっていうのかなあの相対的に奇跡性が小さいということになりますので、えー、第三者の主観的要件は全員無過失まで要求するんだと、まあ、いうことですでこの110条はまたあの110条って一体何なんだって話はね第2回の講義の中で結構がっつりやるのでまずは今日の1回目の講義では奇跡性が小さいということから本人保護の要請が働く、まあ、こちらありますよね、えー、まあ本人の奇跡自由が意思外形対応型に小さいということはやっぱり 本人つまり、英保護の観点から第三者の主観要件を課長する必要があるんだっていうねこの部分をしっかり外さないようにしておいてくださいえまあ実際、民法110条の話というのはね次回の講義の中でえしっかり扱っていきますで7番についても同様ということですね7番もせっかくだからえ勝手に作られちゃったということですねえ勝手に作られちまったとっいう場合がえ7番ということになりますえ7番も まあ積極的な関与はないんだけれどもえその不注意によって虚偽の外観が作られた場合に要はこれも A の言われるがままに登記済め書を渡すなどをしているでこれに規跡性があるわけですねえ重要書類をえ渡すこと自体に規跡性を見いだすと。 あでごめんなさい奇跡性って落ち度のことね、今まで出てきてるけど、えー、落ち度があると、えー、重要書類というのを B に手渡すことですね、えー、重要書類を B に渡すこと自体に奇跡性がある、えー、ということになります。えー、ですので、えー、このような場合には、民法94条2項と110条の類推適用ということで、でこの110条の類推適用っていうのが、一応、無過失っという言葉を出すために使うんだけど、ここはあの第2回でしっかりやりますから、まあ、 でも状況としてはこうやって見ると医師、外径が対応していないということで、まあ、判例はこうやって言ってるんですよ、えー。B が本件登記手続きをすることができたのは A のあまりにも不注意な行動によるものであると。 あまりにも不注意な行動によるものであって B によって虚偽の外観が作出されたことについての A の奇跡性の程度は自ら外観の作出に積極的に関与した場合はこれを知りながらあえて放置した場合と同うしようるほど重いものと言うべきである。というとで、まあ、結構奇跡性でかいよとは言ってるんですが、えー、ただ奇跡性はでかいと言ってるんだけど最後の結論を見ていただくと。 えーとそして C は B が所有者であるとの外観を信じまたそのように信じることに過失がなかったというところまで認定しているでしょ。ということはやっぱり善意無過失まで要求してるんだよね。つまり外観を信じまたそのように信じることに過失がなかったという、ねえー、表現をしていることからすると一応、あえて、ね、判例がこのように。 言ってるとそのように信じることに過失がなかったっていうことをしているってことはやっぱり意思外形非対応であるっていうことは重視してるんだよ。意思外形非対応であるとだからまあ7番であれば A の意思っていうのは、まあ、繰り返しになりますが書類渡しただけ。 虚偽の外観を積極的に作るとということはない、えー、でその一方であごめんなさいね、えー、書類渡しただけなんだけど作出された外観については、えー、と B 名義の登記と。ということはやっぱり意思外形はやっぱ一致していない、えー、ということから、まあ、C の、えー、無過失まで要求すると考えてるんだろうな。 B の無過失まで要求するというまあそういう結論を導いているというふうに言えると思いますででちなみにこれ判例のねなんか復習すると結構気になる方がいて6番だと194条2項110条の方位に照らして書いてあって <laughs> 7番見ると「類推適用」っていうふうに言ってるんだけれどもあ,のあまり気にしなくていいですこの言い回しは。 あのた多分初回の講義とかでだいたい復習で出てくるのがなんか6番だとなんか方位に照らしいなんて言葉が使われててで7番ではね「類推適用」って使ってて、えー、これどう区別するんですかみたいなね、えー、いうことは結構聞かれるんですが基本類推適用と考えて構いませんあの、ね、あの基本的にはみ皆さんが問題解くときにその方位に照らしいって書いてある場合と類推適用って書いてる場合が両方ともあるんだけれどもあまり大きく区別せずに「意思外,外形非対応型」 だった場合ですね、えー、仮登記を勝手に本登記にされちゃったりとか書類を与えたら勝手に売られちゃったみたいなケースだったらとりあえず、もう累積適用って言っちゃっていいです、えー、累積適用って言っちゃって構いません、あの大切なのは要するに医師外形非対応型だってことを認定することだから、医師外形非対応型だって認定した上で A の軌跡性が小さいから C を保護するためには税務過失いるよっていう、そこの流れを示せることが圧倒的に重要なんで、でその時にきに、えー、税務過失まで要求するときは判例は94条2項と110条の累積適用ということになっています。 でちなみにこれ110条、一応気になると思うんであの簡単に次回の講義のために説明しておくとあのこれな何かというと、ね、民法110条っていうのは表代理って規定なんですよあの代理人に代理権与えたらなんか勝手なことをされちゃったとっいう理なんですよ例えば一つの例ですけどえある人が A さんが B さんに代理権与えたで自分の持っている土地をまあか借りてくれる人を探すという形で、まあ、賃貸借契約の相手方を探すということで代理権を与えた。 そしたら B さんである代理人が賃貸借の代理権しかないのに勝手に土地売っちゃったみたいなケースなんですよでその時に本来だったらそういうの無権代理って言うんですよ権限がないにもかかわらず代理行為を行った場合には当然その行為ってのは A に効果はいかないんですよね,いいよね本来だったら A が B に対して借り主を探してくれって代理を与えてるわけ で借り主を探してくれて代理権与えたら売っ払っちゃったって時にその売買契約の効果っていうのはやっぱり、A、には帰属しないんですよねだけどただそれってのはやっぱり権利外観法理なんですよね。やっぱりさその代理人として賃貸借の代理権みたいのがあるじゃない。でそうすると一応代理権のような外観があるわけね。 でもし仮に C さんがこれ、110条の規律なんだけど相手方がこの人が無権代理だってことについて善意無過失だった場合には A に降下帰属がされるっていうのが110条なんですでこれをね権限外の表権代理って言ってさっきの賃貸借と売買でもかりあのい,い,いいと思うけどもうちょっと数値化すると10万円しか借りちゃだめだよっていうふうに代理権与えたのに100万借りてきたみたいなわけです、もうそれに当たる。でこのの時はやっぱり虚偽の外観じゃん その代理権があるかのような外観があってで本人の奇跡性って何かって言ったらそんなやつを代理人にしちゃったことなんですよ権限,ら権限外のことをやるようなそういう代理人に与えてしまったことがまず奇跡性があってで相手方は善意無可失までで要求すするんですでそうするとこれってさこの事案と似てないですか仮登記やってたら勝手に本登記されちゃって売られちゃったえ書類渡してたら勝手なことされちゃってやられちゃった っていうことと、あとああは A ももるる意味被害者っても似て似じゃん。いいよねえ勝手に代理権の、えー、権限外の行為をされちゃったっていうのはある意味賃貸借の代理権与えたら売られちゃったとか10万の借り入れ権限与えたら100万借り切ってきたみたいな意味ではある意味 A が権限外のことをやられる被害者っていうことになるのでそうするとこれ事案としては94条2項の場面ではあるんだけど110条にも事実関係がちょっと似てるのよわかるかなでやっぱり落ち度も小さいんですよね。その… 権限外のことをやられちゃった場合のこの代理人の権限外の行為っていうのと共通する部分も多いことから94条2項と110条というのを使ってる。で110条っていうのは要件が全無課質まで必要なのよ。 110条というのが全員無価質まで必要だからだからまあ判例はこのように相手方に全員無価質を要求するときには94条2項と110条の累積適用という表現を使っているとされています、まあ、こちらについてはまた次回の講義でしっかりやっていくことにしましょうではここまでのところで94条2項もうねどこまで94条2項やってるんだって話ですがえと最後に一つ94条2項の問題でしっかりやっておきたいのがはいえとね2ページの上のところの絵っていうのがあると思うんですね えっと第三者からの転得者というものがあります。でこちらはせっかくですのでえっ、ー、と事例問題集の1をせっかくなので使ってやっていきたいなというところです。少し複雑ではありますが、はい。えっ、ー、とね A.B 間で。 えー、土地の仮想譲渡が行われてで94条2項の累数1回もうバーンと消しちゃっていいですもう94条2項の話は終わったっていう感じでちょっと最後におまけみたいな問題ではあるんですが、まあ、それなりに重要です、えー、AB 間で土地の仮想譲渡が行われた後に B から CC から D へと点々譲渡がなされたつまりここまではいいよね図でいうと AB 間で通報虚偽表示がなされていてで点々譲渡っていうか,で C から B から CC から D って言っちゃいましたでこの時に C が善意で D が悪意だった場合、この時に D は所有権を取得できるかっていう問題なんですね。まあこれちなみにもう結論を抑えちゃってねで十分なんだけど、あのこれ D 自体は悪意なんですよ。A、B 間の通報虚偽表示があって、で通報虚偽表示からこう C が取って D が取ってっていうことになるたわけだけども、C は善意だけど D が悪意だった。でこの時に D が所有権を取得できるかっていう問題なんですね。 でまず、これは結論をまあ触れておくと結論は D は所有権取得できるとされているのつまり D 自身が悪意でも、えーまあ、A は D に対して無効主張できませんでこれはどうしてかという理由をまず、ね、あの触れちゃうと一番分かりやすいのはこここででフィックスしちゃうんですこいつが94条2項だからあ94条2項の第三者になるからそうするとここの段階で権利関係が確定するんですよ。で これ一応絶対的公正って言われてて絶対的公正って言われててこの段階で確定的に C が A との関係で所有者を得られるだからそこから先はいかに悪意者が出てこようがすべて有効に権利取得するとするんですでやっていくと忘れちゃうからなんでってことをねまあ一言と言ちょっと説明しておくと仮に D が所有権を得られないとすると一番大きな問題は何かこれさ次々点々譲渡して例えばもう ABCDEF でもう、H、ぐらいまでいったとすごい勢いの譲渡がなされた後に1人でも悪意者が現れたら A が取り戻せることになるでしょわかるわかる <laughs> ああ言ってみれば全員者には取り返せないけど悪意者からは無効主張できるってことをしちゃうと、まあ、要するにこのものがね保護されないと。 一人でも悪意者が保護されないってことになるとこの後にずっと出てきた譲渡の中で一人でも悪意者が現れてきちゃうと A はそのものもを取り返せるることになるそれはあまりにも法的安定性っていうのがそがれるでしょうなのでできるだけやっぱり早く法律関係ってやっぱり確定させるべきっていうのが一番大きいんですよねつまり善意の権利取得者からの転得者が悪意の場合でも有効に権利取得できるのは法律関係の早期確定の要請 これを頭に入れておくといいです。要するに一人でも全員者が現れ,ればオッケーということです。一人でも全員者が現れればこれでオッケーとされます。で、あとはこの下にちょっとだけおまけを書いてるんで、これはあの後で読んでねっていう感じでいいんだけど、もしね。これね。d が所有権が得られないってなると、あの勉強がね。民法の中盤ぐらいまで進むとあるんだけど、これね。cd 間のおそらくね。 あのどど理屈はまた後でやる,や,やるって方でいいと思うんだけどもし仮にこれ D が所有権得られなくて A に取られちゃうってなると D は C に対してね損害賠償請求とかできちゃうんですよあの要するにそういうふうなあの所有権がだって CD 間ってこれ契約じゃんだから所有権を移転させる義務が C にはあるのよだからもし仮に D が保護されないってことになっちゃうと D が保護されないってことになっちゃうと A から取り返されたことによって C の約束違反になるのよ 売買契約って突き詰めて言うと所有権を確実に得させる義務が売り主にあるんですそうすると結局 D が取り返されてしまうとこの契約違反ということで C に対して損害賠償責任追及いっちゃうことになるそうすると悪意者が善意者に対して詰めることを許すことになるんでしょうそれは妥当じゃないっていうのを一つ説明されるだけど、まあ、今はとりあえず1人出てくりゃいいよでいいよ、まあ、1人出てくれはとりあえず保護されるっていうね、えー、もうそこをしっかり押さえておくといいと思いますでただ じゃあこれ、まあ、もう結論はそうなんだけどただ、この考え方も一つ問題があるのよどういう問題点があるかというとじゃあ AB 間で今、通報虚偽表示がなされているとしますよね、まあ、ちょっとこれはあの話半分ぐらいで聞いておいてくれれば AB 間で通報虚偽表示されていますで実は A が所有者ですで、D は知ってるじゃあ D は、じゃあ B から買い付けたら94条2項の第三者じゃないよね直接。 いいねえー、AB 間で通報を虚偽表示されてますでこの土地が欲しいと、えー、D は思ってるで D は欲しいと思ってるんだけれども、えー、94条1項について悪意だから B から買い付けた場合には所有権得られないよね悪意者だからその時 D はこういうことをやるわけですよ、まあ、近くにいる C さん連れてくるわけ何も知らない人にちょっとお願いがあるんだけどって,って、ね、B さんからとりあえず土地買ってきてくれやとで買ってきてくれたらその買ってきたものを私がすぐ買い受けるからって,言って何も知らない C さんを間に仲介で挟んじゃうんですよね そうすると、結局絶対的構成を取るると、D、は権利を得られちゃう。わかるつまりもともと D が悪意者だったときに、まあ、通報虚偽表示のことを知っていて直接 B から買い付けたら悪意として保護されないのに間に1人ポーンと入れちゃうわけ何も知らないやつを間に差し込めばそいつを通じて自分は絶対的公正で保護されるってことになっちゃう。 でこれはちょっと問題なんじゃないかっていうことで一応、ね、批判はあるんですよ、こういうのをわら人形っていう、んですね、えー、善意のわら人形を間にポーンと挟んじゃえば、えー、それによって権利がフィックスされるでしょで、そのフィックスされた権利を得ちゃうってことで、不当な保護を受ける恐れがあるから、いけないんだっていうふうに一応言われてんだけど、ただもう、判例がもうとにかく、ね、絶対的公正を,、えー、を取ってるから、まあ、とりあえずはもう理由としては、早期確定ですね、えー、取引関係の早期確定っていうところを押さえておくと十分かなと思います。 なのでそうすると結論としては A、B で通報虚偽表示がされていて C、D と点々譲渡で善意悪意だった場合にはもうこの人は保護されます。さっき言った絶対的公正ってやつで保護されます。じゃあ、これはどう,もうなんとなく慣れてくると多分こういう話なんだろうなっていう。 多分こういうい話だよね。C が悪意で D が善意、えー、という場合、えー、とこの場合どうなるかというとこれ結論だけしっかり押さえておきましょう D を保護しない理由がないよねいいよね D を保護しない理由がないよねだって間に C が入ってて悪意者がいたとしても結局 D は虚偽の外観を信じた第三者ですわねいいよね、まあ、この場合だったら B ではなくて C になってるけどね B ではなくて C になってるけれども、まあ、D は虚偽の外観を信じた第三者であることには変わりないわけです。えー、ですのでそうするとこの D というのはこれ転得者っていう言われるやつですね、まあ、転得者って言われてるんだけどこの94条2項の第三者に含まれるとされてます。 ととというこはは結論としては、ね、1人でも全が出てくれゃいい, <laughs> いいの。えー、で最初に全者が出れば絶対的構成フィックスされるから、えー、1人でも丸が出てくれば絶対的構成フィックスされるからあとはそっから先関係ない。でちなみにこの後 D が1人出てくればここでフィックスされるからここでフィックスされるからこの後にもう E が出てこようが関係ない。もうう確定的に所有権がこう取得されてていいくっていう まあそういう風な流れになりますので一人でも全員者が現れればそれで足りるというのがえこの第三者の議論ということになりますあの重要度が高いのは上です、これはねこの後も何回もやっていきますが大体一人でも全員者が現れればそこで権利関係固定させちゃおうぜってもう民法のなんかすげえ重要な考え方の一つなのよ。 後々になって、ね、1人でも出てきたときにひっくり返るってなっちゃうともう権利関係ぐっちゃぐちゃになるので、まあ、1人でもなんか要件満たすやつが出ればそれで OK と、まあ、されています。でそれが、ね、まとめたのが2ページ、まあ、まとめたって言ってもこの程度なんだけどこの程度とたってもこんな感じなんだけど要は C が悪意、D が善意でも OK っていうのはまずこれはあの、まあ、c × d 〇ね C×D 丸の場合には D は保護される。これは要するに D 理由はこういうことね必要性は変わらないと、まあ、D の保護の必要性ってやっぱり変わらないだろうとされてるわけですねで D 保護の必要性が変わらないというところから認められますだから言ってみればえっ、ー、と,、えー、と虚偽の外観 C 投機、えー、虚偽の外観を信じた、えー、という信頼ですね、えー、虚偽の外観に対する信頼があるっていうことはまあ変わらないだろうとだからまあこの第三者からの転得者は第三者に含まれるっていうまあこれはだからこの話ってことですねまあここはちょっと、えー、何これと思った人は復習で、えー、て第三者からの転得者は第三者含まれるから C が悪意 D が善意でも OK とされます そしてこちらの下の方は絶対的構成になりますね C が丸 ○D が×だった場合 C○D× でも C の登場でフィックスです C の登場でフィックスされますこれは絶,、ね、絶対的構成ですこれは理由としては法律関係の早期安定 えー、法律関係を早期に安定させる必要があるというところから、えー、第三者からの転得者も、えー、第三者に含まれると、まあ、いうふうにされていますよろしいでしょうかでここまでのところが、えー、第、えー、94条の要,要文ということになる。 そうすると、まあ、民法の1回目で、ね、94条という条文だけ見たらすーげえ短いじゃない相手方としてした虚偽の意思表示は無効とする全項の規定による意思表示の無効は全員の第三者に対抗することができない,っていう、ねまあ、すごくシンプルな条文なんだけれどもそこに派生する議論っていうのが非常に多く、えー、出てくるところですのであの飛ばしているところはまずい置いておいていいですからね、えー、2ページの「う」とかこの94条2項の第三者の肯定例、否定例とかあとは「このか」ですかね。 えー、かの用物契約うんちゃららっていうところについてはまた後で学習していくことになりますのでまずは、えー、講義の中で触れているところですねをしっかりと、えー、押さえておいていただければと思いますであとはですねついでにここでやっておきたいのがじゃあ通報虚偽表示今度は錯誤というのの勉強になります、えー、今日は錯誤と、ね、詐欺脅迫の、まあ、できるところまでいっちゃいたいなとてところなんだけどただあの、錯誤っていうのは何かということですが、まあ、言ってみれば勘違いです。 語といいうのは勘違いです頭の中で思っていることと言っていることが違う、えー、というのが勘違いということになりますが、えーとね、定義は一応こういう,ふうになっているんだけどあの表示行為から推測される意思と内心的効果意思が、えー、一致しない意思表示であって一致しないことを表示者が知らないことというのが一応の定義ですがこの定義はそこまでがっつり抑えなくていいですあの要は言っていることと、えー、思っていることが違うでそのこと自体を本人が知らない つまり心理法との違いいは知知ってるかからないかですつまり A と思っててここが違いですよこれが要するに分かってやってんなら心理療法の1ページの変な変じゃねえか普通の図がありますけど頭の中で A って思ってて頭の中で A って思ってて B って喋ってることを分かってやってりゃ心理療法で自分で気づいてないのが錯誤でじゃあ錯誤って何って言ったらすごいシンプル勘違いです えー、勘違いですで特に、錯、え、誤、ー、については条文95条をしっかり読んでいきたいのがそ、まあ、基本的にどうなるかというと取り消すことができるとされていてでこちらはあの少し危な,い危ないというかねあの後々になって間違えちゃうといけないのでここはしっかりやっておくと無効と取り消しというのは全く違うんです無効というのは最初から無効なんですね。 つまり効果が生じないのが無効で取り消しというのは取り消されるまで有効ですですから例えば勘違いで、まあ、分かりやすい例かどうかは別としてパンを買うつもりがうっかりケーキくださいって言っちゃったケースです、えー、でどういう場合にそれがあるかというと2つなんですよ勘違いと言い間違いつまりパンとケーキってもの同じものだと思ってる人が パンとケーキっていうのは同じものだと思ってる人がいてその目の前にあるパンのことをケーキだと思い込んでいてケーキくれって言っちゃうケースそうするとそいつが食いたいのはパンなんだけどケーキって言っちゃってるからケーキが出てくるでしょっていう勘違いのケースあとは言い間違いのケースパンくださいって言おうとしてるんだけどケーキくださいって言っちゃうケースでそんなことあるのかよっていうことだけど契約書に書く時はある。 本来だったら要するにこの錯誤ってどういう場合かっていうとい、ま、あの繰り返しけれども基本的な考え方は勘違いと言い間違いなんですよ、えー、パンとケーキを同じものだと思い込んでる人が要するにパンを買おうと思ってケーキくださいって言っちゃうつまりパンとケーキを混同しちゃってるケースでそれともう一つは言い間違い目の前にあるパンが欲しいと思ってパンをくださいって言いたいんだけど喋るときにケーキくださいって言っちゃうケースでこれは口頭だったらまずないんだけれどもただオーダー表とか書くときにあるんです 意思表示って別にだからよくまあよくじゃないけれども例えばねあの居酒屋とか行ってね今だったらなんか普通にあの高騰じゃなくてなんかメニュー表にチェック入れて書きましょうみたいなケース <laughs>、えー、まあ例えばですけれどもコロナ対策とかでねなるべくオーダーとかはね紙でやってくれみたいなところだと、えー、なんかねあなんか焼き,鳥焼き鳥食べたいなと思ってねあじゃあなんかで焼き鳥のところチェック入れようとしたらなんかチェックの場所間違えちゃって別なもん出てきちゃったみたいなでそれは言い間違いの一種だよね。 えー、なのでそのようにあの勘違いや言い間違いっていうのが生じた場合に錯誤のにに基本的に陥るんですでするとこれ分析的に考えると要するにこの意思表示でいうとここでトラブってるのがあ最初のやつ内心的効果意思から表示意思の間でここでトラブっちゃってるのが、えー、いわゆる勘違いのケース です目の前にあるパンが欲しい,、まあ、パ,ンっていうパンとケーキ混同しているからこの目の前にあるふかふかした何かこれが欲しいと思ってるわけで,でじゃあ、シケーキくださいって言っちゃおうみたいにパンとケーキ混ざってる人はそうなっちゃうわけですパンとケーキ混ざっちゃってる人は目の前に、まあ、物理的なパンがあってこれ,これ買おうって思ってるんだけどその時に表示の中でじゃあパンくださいくて間違えたケーキをくださいっていうに相手に言おうって思っちゃってる場合がこれは勘違いのケース。で実際にじゃあ パンを欲しくてパンくださいって言おうと思ってるんだけど最後に表示行為のところでずれちゃうケースこれが言いい間違いですから意思表示のトラブルって結局内心的公開意思と表示行為が食い違ってるケースでしょそうするとこの「内心的公開意思」と「表示意思表示行為」っていう風にプロセスを経るからこの1個目の矢印で変なことになっちゃってるのが勘違い2つ目の矢印で変なことになっちゃってるのが言い間違い。 ですでただあの試験対策という観点からすると一応今こうやって分析用的に話したけどほぼ分かるあの錯誤に陥っている場合にはもうこことここずれてるからパン買おうとしてるやつがケーキくれって言ってたりとか、えーまあまあ、たもう一つぐらい、まあ、例を出すとなんか。 A というものを欲しがっているのに B くれって言っちゃってるからも明らかに食い違っているのでそこはまあこう2つの類型があるってことですえ勘違いと言い間違いという2つの類型があるよぐらいなことを、まあ、頭の片隅に入れておけば大丈夫ですじゃあどういう時に取り消せるかという話でしたがでちなみに、錯誤に陥っている時には無効ではなくて取り消しなので取り消しの意思表示をするまでは有効と扱われます。 いいですねですから最初から全く効力が生じないのではなくて、えー、その錯誤に基づいて意思表示をしましたであごめん勘違いだなかったことにしてねって言って初めてななかかったことになりますですでら無効と取り消しの違いはもう一回言いますけれども無効は最初からないし取り消しは取り消されるまでは有効と扱われるんだけど取り消されると遡ってなかったことになります。これ訴求的にっていうんだけれども無効の,の場合にはもう原始的に無効です。 無効の場合には原始的に無効です取り消しは取り消されるまでは有効で取り消しによってさかのぼって無効の扱いになるだから取り消しの意思表示が必要になるでこれがその取り消しというものですですから、まあ、取り消し原因となるってことですが、まあ、ざっくり書くと取り消されるまでは有効で取り消しによって 訴求的に、えー、訴求的に効力を失うと、まあ、訴求的っていうのは最初から遡っていって意味ね、えー、ということになりますで今日せっかくですからこれからやるんだけどね詐欺脅迫は全部取り消しええ錯誤に陥った場合あとは騙された場合脅かされた場合っていうのが あこの3つの類型なんですがこれらはすべて取り消し原因となっていますちょっと順番ずれちゃいますけれども96条で、えー、詐欺や脅迫もやるんですが詐欺や脅迫も取り消しということになりますいいですねでは、錯誤の取り消しなんですがじゃあ条文しっかり見ていく必要があるんですね、えー、しっかりと、えー、いきましょう95条,条文ちょっと見ていただきたいのが意思表示は次に掲げる錯誤に基づくものであって錯誤が 次のところです法律行為の目的または取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができるつまり何でもかんでも取り消せるわけではありません、えー、ここに書いてあるけれども、えー、法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消せるなのでごめん勘違いだから取り消すわとかねあごめん言い間違えたから取り消すわっていうのが全て認められるわけではなくて重要なものに限定されますじゃあ大体重要なものって何かというと これはあの覚える必要はないんだけど契約のの本質に関わるものです例えば売買契約だったら目的物や大金額ですね、えー、つまり目的物とか大金額というような契約内容になっているものが勘違いとか言い間違いになっている場合には基本的にはこれに当たります取り消すことができるとされています。でこれね条文 民法が改正されたたのが最近改改正正さされれんだけどね民法改正されてちょっとね条文が読みにくくなってるんでせっかくですからこれ条文読みながら理解しよう、まあ、取り消すことができるねで取り消すものは、はい、こちら1が表示行為に対応する意思を書く錯誤これが言い間違い勘違いだと思ってくださいだから今まで私が言っていたあ勘違いとか言い間違いのように内心的公開意思と表示がずれちゃってるもの ですねまあ、勘違い言い間違いいいい言間についてが1ですで2がすげえ読みにくいんだけど表依者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実の格差こよこれっていうねえこれ何かっていうと一昔前は動機の錯誤って言われたやつなんですよ、えー、まあ言ってみればでも何か書いてあることはね法律行為の基礎とした事情について認識が真実とは違う、えー、例を言います えっとね不動産を買うにあたってこの不動産が欲しいなぜならばこの不動産は駅前の再開発があるからこれ5年以内にこれ地価が倍になるという噂があるでこの土地が値上がりするから私は買うんだよと思ってこの土地をくださいと思ってこの土地をくださいって言ってるでこの時は内心的公開しと表示にずれはないよね、えー、これをくださいと思ってあの言ってますから。 でこの不動産をくださいということについては何のずれもないんだけれどもその前提事情が違うじゃん土地が値上がりすると思ったから買いましたとかねあとはまあ身近な例で言うとね作語のほとんんどがこれなんですよ例えば、えー、と絵を買うにあたって、まあ、適当にピカソとかお例にとりますけどピカソの絵を買うにあたってね本物だから買うんでしょっていうわけですだからこの絵をくださいってことには作語はないのよこの絵が欲しいでこの絵をくださいって言ってることはずれてないんだけど新作だから買うんだよ 元作なら買わねえよとかあとはもっと身近な例に言っちゃえば、えー、となんかご飯ん買いに行った時におい、えー、しいと思ったら買ったんだとおい、えー、しいと思って買ったらまずかったっていうねすると我々が日常生活でやる錯誤っていうのは大体その言い間違いとか勘違いないじゃないでパン屋さん行ってパンのことをケーキくださいっていうことはほとんどないわけでそうすると大体の場合はこの基礎事情の錯誤 というものになりますで日常的にはこれは動機の錯誤って言われてるんだけれどもこれはねせっかくだから95条1項2号を見た上で2項も見てもらっていい。でこの全項第2号の規定に基づく全項第2号の規定に基づく意思表示の取り消しはその事情が法律行為の基礎となれていることが表示されていた時に限りすることができる。つまりこの動機の錯誤については。 社会通年上重要であるっていうことだけではなくて2項でこの2号っていうのはこれでしょ動機の錯誤な95条1項2号のこの動機の錯誤というのは表示されてた時に限りできるんですだから先ほどの例で言うとこの不動産は値上がりすると思うから買いますって言ってればいいんですじゃないとなんでこれ必要かっていうと動機なんて相手方知らないからこの不動産くださいって言われてじゃあ分かって売りますよって話じゃん で後々になってねここ値上がりすると思ったから買ったんだけど、えー、なんかガセネタだったから取り消しますわとか言われてもね困るでしょであとはまあさっきの絵でもそうだよ画廊のオーナーからすればこれくださいって言われて分かって売りますって言って売ったんでしょそしたらこれ偽物だった本物だったら買いませんよみたいな感じで取り消しますってなっちゃうと結局は相手方の方にかけるわけで逆に言うと相手方はそれを知ってるんだったら取り消してもいいじゃんってことになるわけつまり動機として表示されてるんだったら取り消されるっていうことは覚悟できるじゃん これが要するにここの地価が値上がりすると思ったから私は買いますって言ってて分かりましたって言ってればその認識が違ってたら取り消されるってことはあり得るだろうしこのピカソの絵が本物だと思うから買いますとかねこのピカソの絵が本物だと思うから買いますって言うんだったら相手方もそれは取り消されることについて一応予見可能性っていうのかなえ予測可能性があるから認められるんだけどそれがないものについてはやっぱり無理だろうと。 まあいうところから、えー、民法ではこの要件2つについてはこの言い間違い、勘違いは1のみでいいとあ、ごめんなさい勘違いの方が先ださっきの言うて、ね、失礼しました。まあ 勘違いとか言い間違いの下りですねこれね、えー。内容の錯誤というのが勘違い、表示上の錯誤は言い間違いなんだけれども、まあ一般的には内心的公開史と、えー、表示がずれちゃってるものですね。だらまあさっきの言い間違いあごめんこっちちょっと直すね。<laughs> 言い間違い勘違いですけれどもまあ言ってみれば、頭の中で思ってる内心的公開史と 表示行為がずれちゃってるという場合ですで、このように内申的公開しと表示行為がずれているまあ、言ってみれば勘違い型ですね勘違いや言い間違いをはじめとするようなこれを表示行為の錯誤というわけですがこれについては重要なものであれば足ります、えー、法律効果の目的及、えー、びあ法律行為の目的ごめんなさいこれ法律効果って書いてあるで、ね、すいません これちょっと1行目だけ法律行為ですね、まあ、条文、えー、法律行為の目的および取引上の社会通念を照らして重要なものであればそれで足りますでそれに対して、えー、一般的には動機の錯誤という類型です基礎事情が認識に反する錯誤の場合にはプラス2が必要になります。 えー、動機の表示も必要になるってことですね、えー、もちろん1は必要ですよ重要な錯誤であることは必要になりますよ、えー、法律行為の目的や取引所の社会通念を照らして重要なものであってかつそれが相手方に表示されることが必要になるこれは相手方の予測可能性のためですもう理由趣旨はやっぱり頭を入れておくとね予想,可能予想可能性 だって相手方からすればそれが錯誤で取り消されるかもしれないという可能性がないもので取り消されたらそれは相手方不安定すぎるからね、まあ、少なくとも動機というのは要するに人の心の中だから見えないんだよ人の心の中で何でそれを買うのなんてのは分からないからやっぱりそこは相手方に表示されているということは必要になるでちょっと細かい話ですが担当対策的なところで言うとはっきり言わなくても目次的な動機の表示でもいいとされています。 だから、その人の振る舞いとかから、明らかに動機がわかるってケースあるわけ。まあ、身近な例でいうと、絵を買うにあたって、もう間違いなく、この人は本物のピカソの絵を欲しがってるってケースですよ。わかる。その人の持ち物とかが、なんか美術品のカタログとか、オークションのなんか、そういう雑誌みたいのを持ってて、で、店の人との会話の中でも、新作と元作の見分け方がみたいな話をこうしてて。 でそのこれが新作だから買いますよなんて言わなくてもその人の立ち振る舞いとか行動からすれば明らかにこの人がそのピカソの絵らしきものを買うのは本物だと思っているから買ってるんだというふうに、まあ、目次的に表示されている場合でもいいとただ目次的表示ってなんか矛盾してそうだけれどもその人の立ち振る舞いとか行動とかからすればどう考えたってそういう動機だよねっていうふうに分かっているのであればいいとなんでかって言ったらやっぱりこれ相手方が分かるから。 相手方がそのことを分かってるわ分かるでしょ。その振る舞いからなので、はっきりと明示的に動機を表示しなくても、それが目次的に表示されてればオッケーということになります。ではそうするとね。なんか少しこれで勉強するとね。あ。じゃあこれからね。なんか？ レストランとか、ね、コンビニとかで買うときにじゃあおいしいと思うから買いますって言えば全部取り消せるかっていう問題だよね <laughs>、えー、例えば肉まんとかその辺で売ってるやつでね店員にねこれおいしそうだと思うから買いますっつってね買ってまずいから取り消しますっていうのが果たしてできるかでちょっと勉強するとできそうだって思っちゃうんだけどあのできませんからねあのどうしてかっていうとあのこの重要なものじゃないからいいあの取引行為において重要なものは何かって目的物代金だから。 肉まんだと思ったらあんまん出てきたったら話変わるけれどもその肉まんおいしそうな肉まんをくださいのおいしそうというのは売買契約においては中核じゃないんですよその金額でそこに、ね、売られてる肉まんを売ることが重要なのであのそうすると取引上の社会通念に照らして「えー、ね表示すれば何でもいいのか?」っつったらそんなことはないだろうっていうことだよね じゃなかったらねも、すごいなんか無敵なクレーマー生まれるでしょあの全部お、ね、いしそうだと思いますとか言いながら、ね、レジに行けば、ね、全部取り消されることになっちゃうので、まあ、それはさすがに、えー、取引用の社会通念に照らしては絵、えー、の本物、偽物とかは確かに重要なんだろうな。 取引所のいわゆる絵画の商売とか美術品の取引においては新作、贋作ってやっぱり取引所上異常に重要な意味を持つんだけれどもそういうふうなものじゃない限りは、まあ、動機の錯誤というのはなかなか認めにくいだ典型的な例としては土地が値上がりするとか絵美術品が本物か偽物かというレベルかなという気がします。でははここここかからら先が、ね、条文知知識識ををしっかりやななきゃいけないいけ結構、ね、ここは知識を深めといて じゃあ錯誤は取り消せるんだけれどもじゃあいつでも取り消せるかというとそれはですね,、えー、とね95条3項で規定があるんですね錯誤が重過失によるものであった場合には取り消すことができないんですここはねちょっとだけ、えー、と何かに書いた方が分かりやすいかな原則取り消せるんだよねですが まあちょっとした感じで図を描くとまあ A が B に対してこれ、錯誤に陥っていてまあこういう状態このふにゃふにゃふにゃというのは錯誤に陥っている状態ですでこのとき原則はえ取り消し OK ですよねえ95条1項で取り消すことができますでどうして取り消すことができるか A を保護するためですえつまり ななぜならば、A、保護の観点ですじゃあこれさ A を保護する必要がないケースもあるわけですよ。えー、それがですね95条の3項の場合重大な過失で錯誤があった場合、えー、例外として書いちゃいますけれどもこれは知識としていきましょう例外として A に重過失がある場合には えー、取りり消すすこことととができなないということになります、えー、と具体的な例があまり思いつかないんだけど例えば何かこのピカソが本物だと思ったから買いましたみたいなケースね、えー、そのピカソがほ、まあ、動機の錯誤だから表示してるとしましょう、えー、となんかどっかの画廊に行ってねどっかの画廊に行って、えー、と私はこのピカソの絵が本物だと思うからこれ買いますわっつってこのピカソの絵くださいっつってなんか明らかに水墨画をさ指さしてこのピカソ欲しいって言ったらそれはさすがに保護するわけにはいかんだろうっていうね。えー つまり要するに、表依者を保護するために行うわけだから、表依者の落ち度、重過失というのは落ち度が極めて大きいこと、もう普通に、ちょっとした注意を払えば気づけたのに気づかないケースですね、だから、まあえー、さっきのピカソの絵をくださいという動機の錯誤に陥ってピカソの絵をくださいという例だったら、そのピカソの絵をくださいと言っておきながら水墨がさしたりとか、あとは絵の下にピカソとか書いてあるのに、これ、見落としてるとかね、まあ、そういうケースです、もうこれ、ピカソって書いてあるんじゃんみたいな、全然ピカソじゃねえじゃんみたいなね、そういう場合だったら、重過失ありです。 だ通常の人がすぐ気づくようなミスをしているんだったらそいつは保護すべきではなくてむしろ B 保護に傾くんですいい、ね、むしろ B 保護に傾くんですつまりこの場合には A 保護の必要性なしむしろこれ B 保護っていうのはどういうふうになるかというと取引の安全ですよ取引の安全を保護するってことだからとにかく民法ってバランスなんだよね A のの利益保護と取引の安全、ね、これはねでやっぱりこれ A が重過失に陥ってんだったら取り消すことはできないとすべきでしょうじゃあこれで OK と思いきや民法はさらに複雑なんですね95条3項は次に掲げる場合を除き取り消せなくなるんです95条3項を見ると錯誤が表意者の重過失 A の重過失による場合には次に掲げる場合を除き取り消すができない といでこの例外の例外は何かっていうのも覚えちゃうよりは考えるといいです。A 保護の必要性がないいから取り消せないなぜかって B を保護する必要があるからじゃあさ B を保護する必要がない場合には原則に立ち返ればいいんじゃないつまりこれは書いてあるんだけどさっきのね、えー、とピカソくださいって言った人が水墨画を指しちゃった例でその画廊のオーナーが「 あこいつ勘違いしてるわって分かってる場合かる <laughs> もしくはそのピカソの絵を見てあのヒカソを買おうとしててうわヒカソ買ってるわこいつみたいな状態にお店の人がなってんだったらそいつ保護する必要ないですよねつまり錯誤に陥っていることを相手が分かってるんだったら重過失があろうが保護すべきでしょう。うということつまり例外の例外は B が錯誤について悪意のとき。 でもしくはごめんなさい重過失で知らなかった時 B が錯誤につき悪意重過失の場合にはこの場合には B 保護の必要性がないでしょうそんなノリになるんですよつまり 原則例例例外の例外外のということでこれは条文に引けば書いてあるんだけれどもできれば今の段階で、えー、なんかルールだからね知っとくといいよねあの条文引いて分かればいいんだけどルールとして語は取り消せますただし作語に陥ってるやつが重過失があった場合にはやっぱそいつ保護する必要ないから取り消しは認めないけれども相手が分かってる。 錯誤に陥っているザマーみたいになってる時ね錯誤、えー、に陥ってるザマーみたいになってる時にはやっぱり B を保護する必要性やっぱり失われるから A 保護に戻るっていうことですであとはもう一つこちらは担当でしか聞かれねえかなって気がするんだけどあのね例外の例外は共通錯誤ってやつなんですね共通錯誤って何かっていうとお互いに同じ錯誤に陥ってるとえっ、ー、と まあ言ってみれば、ね、A も錯誤に落ちて B も錯誤に陥っちてちゃ出る状態でこの時には取り消し OK とされていますあのどうしてかというとそれ契約として残す意味ないでしょ2人とも勘違いしているような契約を残すという実績がない、まあ、当然あの勘違いに勘違いが重なって合致しちゃってるんだけどね勘違いに勘違いが重なって合致しちゃってるんだけどそれはやっぱり契約としての実態がないということから、えー、B が、えー、悪意重過失の場合はごめん書き忘れた取り消し OK ね 原則に戻って取り消しが OK になりますがあとは共通錯誤に陥っている場合もまあそのような錯誤をわざわざえと契約を生かすわけにもないだろうとえそのようなねお互いにね錯誤に陥っているようなものを残す必要はないだろうということからえこのように取り消すことができるとされています。 ということでそれをちょっとまとめたのがこの図,図,図ということになりますね、えー、原則は取り消せるんだけど、えー、憑依者に重過失がある場合には取り消せなくなりますただし憑依者に重過失があったとしても相手方が錯誤について分かっているような B 法の必要性がない場合や、まあ、共通錯誤でももはやこれ契約としての提を成してないときは原則通り取り消せるというね、えー、その理解をしっかり持ってれば、えー、と3ページまあここですねこれがだから例外 脅威者の重過失があった場合は錯誤を取り消しできないこれがだから例外的場面そして、まあ、特にこっちだね共通錯誤はあまり出ないと思いますので、えー、とこっちの場合には、えー、例外の例外と位置づけになってくると、まあ、いうことになりますので、まあ、特に理由づけはね理由づけだねもう民法に限らず法律の勉強はね、えーまあ、ある程度理由があるとそれが あのリマインドになってね、条文読めば、そうだったなってなりますので、ここはしっかりとえ押さえておいていただければと思います。で、ここで、せっかくですので、ちょっと1個飛ばして、作業まで、あ、作業やった、詐欺まで行きます、詐欺と脅迫の場合も基本取り消せるんですね、詐欺と脅迫も基本取り消せまして、じゃあ、どうやって取り消せるかというと、こうなります、詐欺っていうのは、騙す。 脅迫っていうのは他人を怖がらせるような場合、まあ、おそらく日常的に私たちが使う詐欺脅迫と同じ意味です、えー、詐欺って言った場合には人を疑問して錯誤に陥らせる行為、まあ、さっきのピカソの絵の例で言うと、えー、偽物のピカソをつかませるような場合ですこれ本物だよって言ってつかませて贋、えー、作を買わせるようなのがさ詐欺脅迫は無理やり脅かすと、えー、他人に遺憶を与えてそれによって意思を決定表示させようとして害悪を告知するものが、えー、脅迫になりますで ちなみにですが、これはあの刑法とかでやるんだけど、脅迫の強の感じ、気をつけてください、民法ではこの強い使います、刑法だとこの脅迫なんですよ、刑法だと力力付き月って書ね。あね、ではないんですね、刑法の脅迫罪はこれなんですが、民法の脅迫はあの強いを書きますので、条文見ると引っかからないけど、96条を見ると詐欺または脅迫って書いてあると思うんですね。 えー、詐欺または脅迫って書いてあって、えー、民法96条の,、えー、あの字からしても脅迫の感じは気をつけておいてくださいで基本取り消せますまずこれが原則で次にルール,だルールを知ることが必要です2項、96条2項ちょっと見ていただけると相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合 においては相手方がその事実を知り知ることができた時に限りその意思表示を取り消すことができるとされてます。でおそらくこれパッと読んでわかんないというケースが多いと思うので、ここはねある程度説明していくと九十六条二項ってどういう状況かというと、A が騙されて B の間でまあ売買契約を結んだと。でこれピカソの絵。 だまされて、だまさ,、えー、されて買いましたで典型的な場面っていうのは B が A をだまして A がだまされて買っちゃった時には詐欺取り消しでできるいい、ね、これはもうシンプルに96条に書いてある通り詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができますから、まあ、言ってみれば B がだましてきたと、まあ、これ本物ですよと。 えー、B がこれを、まあ、本物であると騙してきてで A がその本物,だと思って本物だと思って買ったということですね、えーまあ、B が騙して A がそれに対して意思表示をした場合は取り消すことはできますただたまにあるのがこのケース C が A を騙すんですねつまり A さ,ん A さんは A を買おうと思ってるわけですよ んかとりあえずわ、ね、一番シンプルだからピカソをするけど <laughs> とりあえず A がピカソの絵を探してるとでピカソの絵が欲しいって探してるんだけれども C が A にささやくんですよね、えー、B, の B のお店に売ってるのはあれ本物だからって,ってあれすごい安く売ってるけど実は本物だからって言って C が A をだましてで A がそれを信じて買ったとこの時取り消せるかでこれは原則取り消せないんです なぜかっていうと B を著しく害するでしょいいよねだって B からしてみれば知らんがなって話でしょだからこ,こっちで勝手にさなんかに偽物談義みたいなやってるでしょ本物偽物って勝手なさ、えー、なんかだまくらし,騙し合いをしてで C が A, A を騙して A が勝手に騙されてうちのものを買ってったんでしょだから B からしてみれば C が騙したんだったら、ね、C が騙したからって取り消されてもたまったもんじゃない。 とととといいいううここでですすよは原則取り消せないんですただ取り消せる場合って何か想像つきます B と C がグルの時でしょう、えー、つまり C がだましていることを B が知ってる時ですよこの時は取り消されるってことの予測可能性があるじゃないですかですのでこれね民法って基本的にその考え方を持っちゃうと分かりやすいんだけどあの動機の作ごと似てなくはないんですよ つまり原則取り消せないのはなぜかといったら B が取り消されることが予測できないからですよその A と C でこんなことやってることなんて知らないわけじゃんで知らなくて取り消されたらそれは B を害すること甚ははだしいので取り消せないんだけどただこの詐欺の事実を B が知ってるんだったら B としては取り消されることは予測されますよね十分ですからこの AC 詐欺について悪意有価質の時に限り取り消せる ということなんでですてっうう、えー、民法96条2項では相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、えー、第三者詐欺が行われた場合には相手方がその事実を知りまたは知ることができた時に限り取り消せるつまり言い換えれば原則取り消せないって規定です。 あの全く預かり知らぬ第三者が出てきた図というかね六法でいうとこんな感じですかね相手方が事実を知り知る時ができた時に限り取り消せるということはまあ原則、取り消せないということですよねですからこの図の方に戻りますけど B はこの場合は B が AC 詐欺、ごめんなさい AC 詐欺じゃねえや C から A の詐欺か。 悪意有価質つまり96条2項というのは原則取り消せないという規定であるということですね、えー、つまり96条2項というのはごめんなさいね第三者による先 第三者による詐欺ということになりますが、えー、原則として取り消せないでいろいろ閣僚は1回目2回目ちょっと多くても申し訳ないんだけれども、えー、例外はこちら、えー、要するに B がこの詐欺について知ってるんだったら取り消せるなぜなら予測可能性が立つからということですなぜなら予測可能性が立つから、えー、というふうに考えられていますでは、まあ、ほとんどね あの触れてるとこですがただこれ条文上気をつけてほしいのはあの詐欺の場合には取り消し制限がかかりますえ詐欺の場合にはこういうふうに、えー、っと B が悪意誘拐する前に取り消せるんだけど96条2項の条文よく見ると詐欺と書いてあるね脅迫は無条件で取り消せるつまりこの C から A が詐欺ではなくて脅迫だった場合には第三者の脅迫であろうが B は B に対して取り消し制限できるなぜだろう これはすごく分かりやすい話になるんだけど A に落ち度が何一つないから一方的に脅迫されてるでしょあのね錯誤とか詐欺とかっていうのは一定程度やっぱり取り消せなくなるだけの A の落ち度みたいなのがあるのよだって騙されるあんたが悪いみたいなところある若干はだ騙されるあんたが悪いまあ錯誤とかでもさ錯誤だって取り消せなくなる場合あるじゃん 重過失なら取り消せないとかあるけれども取り消しが制限されるっていうのはやっぱり騙されるあんたも悪いっしょみたいなところがあるからやっぱり B との関係では取り消しが制限されたりすることがあるんだけどただ脅迫はそうもいかんでしょう脅かされてんだから脅かされてんだから脅かされたあんたが悪いっていうのはさすがにね民法でそれを求めるわけにはいかないとされていてやっぱり脅かされて脅迫を受けた者ってのはやっぱり一方的な100%の被害者なんですですから脅迫を受けた場合には基本的には無条件で取り消せる、えー、ということになりますので <laughs> こちら3ページの、えー、第三者詐欺についてはつまり原則取り消せないということですよね、だからねこの第三者詐欺は、えー。第三者による詐欺というのは、えー、相手方が詐欺について悪意または有価質の場合に限り取り消すことができる、えー、とされてますが、えー、こちらは。 取り消せない場合があると、えー、取り消し制限がかかっているということですねだから、えー、原則として取り消すことができないそして限り、だからこれが例外的な場合と。 えー、こ,この、えー、と相手方が詐欺について悪意誘拐する場合というのがまあ例外的な場合と位置づけられているとまあいうことになりますよね。<laughs> として、これちょっと分かりにくくな,なっちゃうから書くと取り消し OK だとまあいうことになります。はい でここまでで取り消しの全部と言いたいところなんですが最後に一つ、えー、とあります、えーとね、96条3項という条文ですでこれが分かれば意思表示ほぼ全て OK です、えー、と次回の講義の冒頭で意思表示ちょっとまとめますけれども、えー、と96条3項という規定をちょっと確認していきます全、えー、2項による詐欺による取り消しは善意でかつ過失のない第三者に対抗することができない えというのが最後の、えー、今日の条文になります。なんかあれだね全員の第三者に対抗できないってどっかで出てきたなっていう話ですよね。えー、最後になります、まあ、96条3項ですが、まあ、状況としてはこういう状況です A が B をだましましただましましたで、だましてなんか物を売りました。で、この時に え善意の第三者というのはどういう状況かというと何か物がこう動いているとまあこんな感じで売買がこう繰り広げられていくとはいよって感じで映っていったとでこの時にこの C というのが詐欺について善意無過失だった場合です全2条の規定による詐欺による意思表示の取り消しということですがまあ第三者詐欺でもいいし通常の詐欺でもいいけどもまあ分かりやすく言うと A が騙されちゃったと。 A がだまされてしまって、えー、自分の持っているものをこれ売ったわけですなんか謎の物体をね、えー、謎の物体を B が A にだまして売ってこのあと C が B, あ B が C にさらに売っちゃったでこの後に A が C に対してまあ言ってみれば えっとちょっと分かりやすくなる順番こうですねえっと要は A が B に売りました B が C に売りましたでその後売った後にこれ取り消すとで取り消せばこれ売買契約無効になるでしょ今としては分かるねあの A が B に売って B が C に売ったって点々譲渡です A から BB から C の点々譲渡がなされた後とに A がこれ詐欺だから取り消すよっていうことをしました で詐欺取り消しの効果は何かというと、訴求的に無効になるんでしょ。とすると、AB 売買がそもそもなかったことになるから、A は、自らが所有者だってことで返せっていうわけですよ。いいよね、えー、要するに、この96条1項で詐欺取り消しをすることによって、この売買契約は訴求的に無効になりますから、売買契約が無効ならば所有権の変動はないでしょ。だから A は自分が所有者だからということで、C に返せっていうわけ、俺が所有者だ。っていうことは、できませんっていう条文です。 えー、つまり、この九、シというのが、九十六条三項の。ええー、善意の第三、あ、ごめんなさい。これで、ね、無過失いるんですよね。ええー、善意無過失の第三者に対しては、えー、言えないと。で、これはね。どうしてかってことをしっかり理解してほしいんです。どうして、ええー、このような取り消しができないかということです。で。 今日のポイントなんだけど、九十四条二項の第三者とはちょっと違うんです。九十四条二項の第三者はどうして保護されるかというと、虚偽の外観を信じた、えー、第三者ですよね。つまり権利外観法理で保護されるべきものだったよね。えー、本人の帰属性、虚偽の外観、第三者の信頼があるときに、やっぱり虚偽の外観を信じた第三者がいれば、そのようなものを保護しようっていうのが九十四条二項だった。で、九十六条三項はちょっと違うんです。 これはどういうものかというと取り消しっていうのは言ってみれば、ね、あの A が取り消すと全部ひっくり返るんだよで、ね、取り消しっていうのは訴求的に無効になるでしょ。ということは言ってみれば原則として見ると A が取り消すと、まあ、言ってみれば返しなんですよ今まで A から B、B から C、C から D で全部いろんなところに行ったとしても A がバーンと取り消せばどうなります A がボーンと取り消してしてまえば全部ひっくり返せることになるでしょ。 そうするとこの取り消しの訴求項ってやつは意外と厄介なんですよ今まで積み重ねてきた法律関係を全部ゼロにするわけでもしそれをま,まかり通るってなったらどうなるそれが通るってなっちゃえば誰も取引しなくなるんですよだってそうでしょ、まあ、皆さんがね何か中古車とかなんか買ったとするじゃんそしたらこの中古車の前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 の人が詐欺取り消しが持ってるんだったら取り消されて取り返されちゃうんでしょ そしたらそんなの怖くて買えないじゃないなのでこれ何のために九十六条三項があるかというとこの取り消しの訴求項から C を守るためですえー、これはちょっと説明しますけれどもああのまあ、取り消しの訴求項によって影響を受けるべきものまあこの辺ちょっと書きますけどね、えー、で言ってみればそのチャブ台返しのストッパーなんですよ A がチャブ台を返してしまうとその後の奴らが全部法律関係がぶっ 崩れれるるわわけけぶっ倒れるわけですよだからそうならないようにこのように取り消しの前に入ってきたやつは全部保護するつまり取り消し前に法律関係に入ってきた人というのはその後万が一取り消されると全部が無に帰するわけだからその取り消しの訴求項から保護されるために、えー、この96条3項という規定があるだから権利外観法律とはちょっと違うということです、えー、取り消しの訴求項に影響を受けるべきものを守るということです では、じゃななぜこれ全員無過失今日のなんかちょっと講義的なところの総まとめみたいないつもだったら、ね、94条に行こう全員の無罪惨じゃんなんでこれ全員無過失なんですよっていう話になるけどこれは覚える必要は特にないけど A の奇跡性の程度でしょ結局通報虚偽表示っていうのはめちゃくちゃ A に落ち度があるから全員に足りたんだよだけど詐欺でしょある意味被害者なんです騙されてるんだから。 とということは A の規跡性が小さいということは A の規跡性が小さいんだったら C を保護するためにはそれなりのことを求めるということですよだから善意無過失まで必要だというのが立法者の立場民法立法者はそういうふうに考えているわけですとするとこの96条の3項になりますが善意無過失の第三者に対抗できないとなりますが詐欺取り消し前の第三者になります詐欺取り消し前の第三者になりますこれは理由もちゃんと触れておくと まあ詐欺取り消しの訴求項ですね。あちなみにこれ、善意無過失までいるからね、繰り返すけどね。えー、善意だけではなくて善意無過失まで必要になりますが。 えー、この善意無過失であれば、えー、詐欺取り消しの訴求項によって影響を受けるべきものを保護するためと、まあ、それによって取引の安全を確保すると、まあ、いうことになりますとするとあせっかくだからじ事例の問題もちょっとだけ触れておくとですねえっ、ー、と そうですね、えー。すると、これってのはどういうふうに言えるかというと、まあ、詐欺取り消し前の第三者、えー、ということになりますから、まあ、A から B、B から C でその後に詐欺取り消し、こういう場合ね,こういう場合ね、まあ、A から B、B から C で、えー、詐欺取り消しを行うと。 でこの時はちなみにどういうふうな関係に立つかというとその言ってみればこの詐欺取り消しによってこ,うこの3による取り戻しということになるから結局はこういう関係になるわけですよね。でこれ、だめですよと。つまり A から B、B から C、B から、えかみかみで A から B に行って B から C に行ってそれを詐欺で取り戻そうとしているわけだ。こういう状況いいい状況ですね えー、A から B に行き B から C に行きそれを詐欺で、えー、取り消そうとしているけどそれは許さんぜという話になります、はい、ではこの時に C は保護されるために登記いりますかという点、えー、A から BB から C これが不動産だったとします A から BB から C でその後の取り消しで、えー、96条3項の第三者になるわけだけど登記、えー、がいるかどうかについてはもう今日の知識でいけるかな登記はいりませんなぜかというと A と C は全種公衆 だねえーまあ、要するに C が A に対して自分が所有者だって主張するためには A、B、C の関係は全種公衆の関係に立ってますから、えー、全種公衆の関係では登記いりません、えー、ですから、えー、この登記は不要となってますけれども、これはなぜなら全種公衆の関係と、えー、全種公衆の関係に立っているから登記はいらないということになりますでただ、ですねこちらは今日の最後になりますけれども、 えとね、事例問題集の8と9をちょんちょんとやってしまって、えー、今日まとめということになりますがあで、えー、ごめんなさい言い忘れた、えー、この96条3項同じように脅迫の場合には適用なしですあの脅迫の場合は無条件で取り消せるからいい取り消し前の第三者とか全く関係なくもう脅迫だった場合にはいろんな人がいようがもう全部ちゃぶ台返していいですそれだけ奇跡性ゼロだから え脅迫を受けた意思表示をした者には奇跡性が全くないと民法上されていますのでえいかに利害関係人が現れようがもう後出しじゃんけん的にもう全部取り消すというちゃぶ台返しをすることは脅迫はよいとされています、まあ、詐欺だね詐欺の場合にはこのように取り消し制限だからこれ96条の2項と3項というのは要は取り消し制限の条文なんですね、えー、つまり96条1項で原則取り消せるとした上で、で96条2項は詐欺の場合に相手方が悪意有う価値じゃなければ第三者詐欺の時には取り消せませんよと。 えー、第三者詐欺があった場合には相手方が悪意を噴火してなきゃ取り消せませんよとそして96条3項は取り消し前の第三者が入ってきちゃったらそいつが善意無火してなら取り消せませんよということで、まあ、詐欺取り消しの制限が2項3項でかかっているというふうに理解すると、えー、多分条文すっきりすると思いますで,、えー、ではね取り消し前の第三者っていうのは今、えー、やった通りこの8番の問題なんですよ8番の問題なんですよえっ、ー、と あごめんこれ錯誤って書いてありますがあ言い忘れたちなみにこれ、ね、全く同じ規定が錯誤にある要するに詐欺取り消し錯誤取り消しでも基本的な考え方は同じじゃんだから95条4項で、えー、この善意無過失の第三者に対抗することはできないという規定がありますでこちらはえっ、ー、と出締メで言うと3ページになりますけれども結局は96条3項の第三者と全く同じですだってね 要するに自分から勝手に錯誤に陥ったのか騙されて錯誤に陥ったのが違いだから言ってみればこの,この,この図だよね A が B に、えー、なんか A が B に売りました B が C に売りました取り消しましたって場面でしょ A が A から BB から C そして取り消しましたっていう原因が詐欺か錯誤かの違いだから、えー、詐欺か錯誤かの違いなので、まあ、詐欺の場合も錯誤の場合も同じ規定があります、えー、ですので95条4項と96条3項は同じ規定だと思ってください え95条4項と96条3項はまあ取り消し前の第三者に対してえその主張ができないとするとえこういう感じです、えー、さっとえ最後まとめちゃいましょう A 所有のコート地につき A から BB から C へと譲渡された後 A は錯誤を理由として AB かの売買結画を取り消したつまりこの A が錯誤取り消しをした場合 C というのは取り消し前の第三者に当たるわけですねいいですね、えー、この取り消し前の第三者というのがキーワードです C は取消し前の第三者に当たりますですから、えー、作語の場合は、えー、96条95条4項による場合で詐欺だったら96条3項です、えー、詐欺の場合には96条3項同じ規定だと思ってください、えー、詐欺の場合だったら96条3項の規定を使っていきますすると善意無過失の第三者これさ詐欺ね 詐欺の場合には96条を参考そうすると C が詐欺の事実につき全員向かしであれば保護されるということになりますだからまあ ABBC でこう取り戻しっていうのはこれだめだよってことですことこですね A から B、B から C 取り戻しというのはこれは、えー、この C が取り消し前の第三者に当たりますから、えー、善意無可失であった場合には錯誤、えー、だったら95条4項、えー、詐欺であったら96条3項で取り消せなくなるで一応これが96条3項を例にした判例,なあの,判例の言い回しなんだけど、まあ、とにかくキーワードは取り消し前の第三者ですで96条3項であっても95条4項でも何一つ変わりません。 えー、この取り消しの訴求項を制限することによってこれによって特に害される第三者を保護すると、まあ、いうことになりますので錯、えー、誤だったら95条4項、えー、詐欺だったら96条3項ですが、まあ、取り消し前の第三者というのは対抗できないとでなおですけどじゃあ取り消し前の第三者ってあったんだけどこっちの最後にこの場合ちょっとじ今やったのはこっちはいいやね。 今やったのは A から BB から C で取り戻しこれは許さんぞとこの C は取り消し前の第三者だからね取り消し前の第三者だからこの取り消しが制限されるじゃあちょっと時系列変わって9ページこの時系列どうでしょう A が B に対して土地を売りました取り消した後に取り消した後に売りましたっていうケースつまり時系列として2の方が前にあったケース いいかなつまり A から B に売りました B が取り消しましたで取り消した後に売りましたというケースでこの場合どうなるかというとあのこれ、判例の立場を押さえてくださいこれね、ガリガリ考えていくとすごく難しくなるんですあの実は学説も結構あるんですよ。 えここね学説の立場も結構あって比較的複雑なので判例の立場を押さえておくといい取り消し後の第三者っていうのは本来取り消しっていうのは最初かからななっったことになるんだよね本来取り消していうのはまあ AB で売買しました AB で売買したからこれが取り消されると最初からこの売買はなかったことになるっていうのが論理的な話なんだけどただ実態としては売ったものを返せだよね取り消しって。はははねさっっっき言ったけど取り消していうのは元々は、えー 取り消しの主張がなされることによって訴求的に無効になるから最初からこの売買契約は存在しなくなったっていうふうになるのが一応論理的な話なんだけどただ我々の取引の実態としてね A が B に物を売って詐欺取り消しした場合っていうのは結局取り戻しでしょとすると結局詐欺取り消しを B から A のベクトルと見るのよ。つまり A が B に売りましたその後に B が詐欺取り消して取り戻す でこの取り戻しとともに B が C に売っちゃった状況わかりますかね B と C はあごめん B はあのあごめんなさいこの,この図を見ると A と C は B を起点とした二重乗となっているんですつまり B の取り消しによる取り戻しです、ね、あのごめん A の取り消しによる取り戻しでこれね復帰的物件変動っていいますこの取り消しによって結局は 実態としては最初からなかったことになるんだよあの理屈としてはちょっともう一回言うけどねあの取り消しってのは取り消すことによって最初からなかったことになるから理屈上は最初から AB の売買契約がなかった、えー、というふうに扱われてもおかしくないんだけれどもただ取引の実態を見れば結局は 復帰的物件変動のように B から A に戻るっていうのを観念できちゃうわけでそうすると結局は B を起点とした二重譲渡として見ていくことができると、えー、取り消した後に C に打っちまったってことになるとそうすると、まあ、あたかも二重譲渡のような関係になってるということですね。なので、えー、どうなるか当期の戦後です、えー、この場合 A と C いずれが勝つか とということになってくると結局はこの2人ってのは対抗関係に立ちますから不動産ということであれば当期の戦後で決するということになります。ですのでまあ取り消しの訴求項っというのは法的な犠牲であると言っているけどまあ要するに取り消しの時点で復帰的物件変動があったかのように扱えばいいでしょうと。 であとはこれ対抗関係にしたのは理由があって取り消したらすぐ登記取るよねそれ求めた方がいいでしょ、ね、要するに A からすれば詐欺,詐欺だろうが、錯誤だろうがこれちなみにですけれども脅迫でも対抗関係になります脅迫後の第三者でも対抗関係に立ちますで詐欺だろうが錯誤だろうが脅迫だろうが取り消したらすぐ登記取り戻すよねでそれはやっぱり求めていいじゃん。 でですので、えー、取り消しの意思表示が終わったってことであればやっぱり速やかに事故への所有権移転登記を行うことを要求しても酷ではないでしょうと、まあ、いうところから、えー、このように取り消しがなされた後であれば対抗関係で早いもん勝ちと、えー、することは、えーまあ、やぶさかではないというかそういうふうにすべきだというのが判例の立場になりますですので復習するにあたっては取り消し前の第三者については 96条3項や95条4項で善意無過失なら保護されるけれども取り消し後の第三者についてはこのように復帰的物件変動のようになって結局は先に登記取った方が勝ちますせというこういうふうな関係に立っているということを押さえておいていただけると良いと思います。こでこれで基本的には今日の、えー、と内容の内容ということになりますがまずレジュメのソースト1ページのところで、まあ、一番最初にやったんだけれども あの意思主義と表示主義っていうのは結論どうなってるかなんですよ、えー、要するに表示者を保護するのか表示、えー、者を保護するのか、えー、それとも相手方を保護するのかってことなんだけどこれは基本的には民法では心理留保は有,有効でしょでも通報虚偽表示無効錯誤取り消せる、えー、詐欺脅迫取り消せる。ということは結局そのような。 まあ意思表示に何か問題があった人を保護するような立てつけになっているというのが民法なんですね、えー、一応、この意思主義というのは表示者の,内心と、まあ、憑依者の内心と表示が食い違う場合に、えー、この内心的公開意思を重視して表依者を保護しましょうというのが意思主義で表示主義というのは表依者の内心がどうであれ実際に表示されたものを重視しましょうつまり相手方や第三者を保護するという要請が表示主義になるわけだけどこれ、覚える必要は特にありません。 で民法ではだから原則論としては心理留保だけ自業自得なんですよ心理流法だけ自業自業得になっていて表示主義を取ってるんだけれども他の通防虚偽表示は基本的だから意思がないから無効でしょ。 お互いにそんな売ったり買ったりする意思がないから無効だよねとで詐欺、錯誤、脅迫は全部取り消せるということで、えー、基本的には意思主義が採用されているんだけれども相手方の保護が必要があるときに表示主義の強制が図られるんですよ。だから94条2項であったりとかね、えー、94条2項であったりとかさまざ、あ、まあ,ありますけれども、まあ、あとは錯誤取り消しの重過失あった場合取り消せないとかね。 えまあ94条だったら94条2項の問題であったりとかえあの錯誤であったら95条3項にあるとおり重過失があるときには取り消せないとかあとは詐欺の場合には第三者詐欺の取り消し制限とかねあとは取り消し前の第三者に対しては全員無過失のものについては取り消しが言えないみたいにえ原則としてはその心理留保の場合を除いてはその原則としては意思主義が採用されている。 けれどもその修正が図られているという,ふうに一応言われてはいますが試験対策上、そんな自由じゃない試験対策上は整理するとそうなりますよということなだけの話ですでこれで93条から96条までの条文の、えー、大筋は触れていったところなんですがでこれで今日の講義はまとめということになりますけれども、えー、まず心理留保の確認ね心理留保はもう原則有効です,原則有効ですただし相手方が悪意有価質だった場合には無効になります。 いいですただし、えー、通報虚偽表示は原則無効だけれどもその、えー、新たな、まあまあ、当事者及び包括証券以外の新たな独立した法律上の利害関係を有する善意の第三者が現れた場合にはその無効が対抗できなくなる。で錯誤はどうかっていうと錯誤は原則取り消,、OK えー、消し OK だけど動機の錯誤については重要なものであることに加えてその表示が必要。 で原則取り消せるけど例外的に取り消せないのが「憑依者重過失」は、まあ、例外取り消せないで例外の例外で取り消せるのが、えー、相手方が錯誤に陥っていることを悪意重過失だった場合と共通錯誤の場合には例外の例外で取り消せる詐欺と脅迫は取り消せる。 取り消しですね詐欺と脅迫は取り消しただし詐欺については第三者の詐欺があった時には相手方悪意、有過失の時しか取り消せないし取り消し前の第三者が現れた場合には相手方が善意無過失だった場合には取り消せなくなるという取り消し制限がかかるというあたりのところを整理しておけば意思表示の立て付けはバッチリだと思いますで、えー、とあとはまあメモ書きでいいんですけどあの93条については93条2項ってのがあります何これという話ですが。 えっとね、これは民法改正で新たにせあの作られたもので要は A が通報虚偽表示で相手方が有解したとた場合これどうなるかというと通貌虚偽表示みたいになるるでしょ分かるしあい心理留保で相手方が分かってるいるつまり心理留保で相手方が分かっている時は無効になるじゃん。 いいよねそれは93条1項正し書きの規定で、えーまあ、心理留保は原則有効だけれども相手方が悪意有価質だった場合には、まあ、原則有効なんだけど相手方が悪意だったら無効になりますよね。とするとこの状況って九十四94条と同じ状態じゃん,ほとんどだからその後に第三者が入ってきたら基本的には全員の第三者には対抗できないというふうに考えられていてそうすると93条2項っていうのはこのような表、えー、依者が。 憑依者がごめんなさい心理留保であって相手方が悪意有価質で無効になるような場合に無効になるような場合に善意の第三者が入ってきた場合にはこの表依者は善意の第三者に対抗できないという規定になるだから94条2項の第三者と同じ扱いになりますのでこの部分あまり使うことはないと思うんでとりあえず94条2項をしっかり理解しておけばいいです。94条2項をししっかり理解しておけば 後だだだとと学習すするきにに同じ規定だねっていう形になりますだから趣旨が似ている規定としては93条2項と94条2項が非常に似ている規定で95条4項と96条3項が似ている規定による取消制限95条4項が錯誤による取り消し制限96条3項が詐欺による取り消し制限ということになりますので、まあ、条文としては、えー、まとめますけど93条2項と94条2項が、まあ、同じ趣旨。 で95条4項と96条3項が同じ趣旨と、まあ、いうことになりますのでそこはまあ追って勉強を進んでからでもいいかなと思いますあのメリハリをしっかりつけていくことが大切ですので、まあ、今日の講義でやったところ、えー、ページ数でいうと3ページとかに講義メモはなってますけれどもかなり盛りだくさんのことをやっていますので、えー、まずは、ねえー、いくつか判例とか、ね、がっつりやったところではありますけれども、まあ慣れてくるまではしっかり復習を、えー、かけていくことを重点的にやってみてください。特に1年コースの場合だとね 最初はインプットが進みますので復習するにあたってはとりあえずは講義メモ、えー、それから、えーまあ、事例問題集あたりを使って、まあ、とりあえず講義の再現ですねしっかり見たところで講義で言っていることを、まあ、覚えるよりは納得することですね。 覚えるよりは納得することを中心にしていてであとはまあ講義、ですね特にまあウェブで見られてもう1回見るという形でもいいですしあとはまあ分からないことがあったらまあ通学であったり Zoom で,であればまあ私の方には質問していただければと思いますし、まあ、あとは通信で受けられている方はあのその質問制度とかありますので、まあ、うまく分からないところはまあ早く処理するということですね、まあ、特にあの通学、Zoom だと、ね、あのまあとりあえずすぐ聞いちゃえばいいということにもなる。 とは思うんでであとは通信の方でもその質問制度がありますのでそこはうまく使っていただいて分、えー、からないところはできるだけ早く、えー、処理するで、えー、で納得中心でやるのが復習としてはこの、えー、と講義メモです、えー、講義メモのあとはまあ事例問題の中身とかです、ね、この辺りのところは納得中心で進めていただいてで慣れてきたらとりあえず暗記しなきゃいけないものはチェックシートあります。 もうこれは暗記しなきゃいけないというものについてはチェックシートにありますのでまあ本日であれば3ページから5ページまでえ3ページにわたってありますのでまあ左を見て右が言える左を見て右が言えるという形でまあ一語一句暗記するという趣旨ではないいでですす一一暗記するっていう趣旨ではなくてえ左のまあテーマから見て右のことがまあスラスラ言えるというところをまあ意識していただければいいのかなと思います。 えまだ、ね、講義でやっていないものは、えー、3ページの一番下かな、えー、チェックシートだと3ページの一番下の用物契約における目的物の交付を書くというなんかちょっと、えー、94条2項の変わったところだけはちょっと飛ばしていますけれども、えー、それ以外のところについては、えー、大体、まあ、こんなのあったなみたいな感じになっていますのであとはまあ5ページの一番上かなやっていないの。 えー、5ページの一番上で、錯、え、誤、ー、取り消しの取り消し権者というところについてはまだ扱っていませんので、まあ、チェックシートを見たときに、講義でまだやってないなというところについては、まあ、ある程度飛ばしちゃって大丈夫ですので、えー、それ以外のところですね、やったことあるところを中心に、えー、復習していってください、で全部で24回講義をやっていく中で、えー、最終的には全部のことをやっていくことになるので、あとは、えー、担当でしか聞かれないものについては、まあ、担当の講座という形でしっかり割り振ってますので、まずは民法24回で、 えまあ論文ですね予備試験の論文科去問が、まあ、ほぼほぼ解けるようにっていうところまでのインプットを、ね、しっかり固めていきますので、まあ、まずは復習中心ねあの予習はそんなにやらなくても大丈夫ですので、えー、復習中心でぜひ、えー、進めていただければと思いますそれでは、えー、本日1回目ということですが、えー、次回以降も頑張っていきましょうではそれでは本日の1年合格専用入門講座、えー、本論編の民法第1回の講義は以上といたしますそれではお疲れ様でした